潜在意識コントロール法というので、ですね非常にこれから、えー、皆さんの役に立つ、えー、そういった方法ですので、ですねぜひこれにですねしっかりと聞いていただいて申し込んでいただけると嬉しいと思います。えー、っと、セミナーを最後まで聞くとどうなるのかというふうな感じなんですけれども、えー、潜在意識を上手にコントロールするとビジネスがどう改善するかが分かると。 自分の潜在意識をですね、えー、とコントロールするっていうのはどうやってやるのかっていうのを今日お伝えしますのでですね、そうすると、えー、皆さんのですね、ビジネスがどうなのかっていうのはよくわかってくると。それから潜在意識を上手にコントロールする具体的な方法がわかると、えー。それからですね、実際に成功された方々の事例を知ることができるということで、えー、しっかりと聞いていただけると嬉しいと思います。 えそれで自己紹介、えー。山崎康夫と申します。よろしくお願いします。潜在意識マイスターというようなですね、えー、ことをやっております。1957年の2月生まれなんで64歳。それから、えー、出身がですね、埼玉県川越市、えー。小江戸川越とかって言ってですね、今、いろんなところで、えー、いろんなところで,いろ,ころでいろんなところからですね、えー、来ていた、観光に来ていただいて、えー、いるんですけども。でそれで、 えーと水上座でですね、で住んでいるところが今、埼玉県の志木市というところになりますで。ラディアンスの代表を務めさせていただいております。はい、えそして私の社会人デビューがですねテルモ株式会社というところなんですけども、えー、とテルモの電子体温計というのはお使いになったことがあると思うんですけども、ですね実はこの電子体温計はですね私が作った体温計でありまして、えー、と基礎研究からですね、えー 回路設計とかですね。それから、生産ラインの構築とかぶどまりの改善とかですね、えー、そういうふうなえー、その全般体,体温計に関わるですね。全般について、えー、担当させていただきまして。これでおかげさんでですね。たくさん植えているわけなんですけども、これでその電子車系のですね、えー、研究が終わった後は今度はですね。手首で測る血圧計というのの研究を行っておりましたえー、普通はあの上腕でですね。測るんですけども。手首。 測でで、ね、測ったた方が簡単に測れるんじゃないかとただです、ね、正確に測るというのはなかなか難しいのでどうやってやったら正確に測れるんだろうというのを京林、えー、大学のお医さんとです、ね、それから北海道大学の陽電子工学の先生とです、ねえー、共にです、ね、研究をしていたわけなんですけどもでこのような研究をするときにです、ね、ソニアのソリューションも偶然の、えー、一致なわけなんですけども手首で脈を測ってです、ね、脈を測って でどんな病気かを診断するというふうな、えー、ことにですね、興味を持っておりましてですねで。この指の代わりにですね、加速度センサーをこのところにくっつけてですね、その加速度センサーの出力をコンピューター解析するとで。指を押し付ける代わりにこのワンタイマークというふうな形でですね。でこうやって、えー、やってこの脈の様子をですね、測るとどんな病気かが分かってしまったりとかですね、それからあとその病気の進行具合とかっていうのが分、ね、かってくるとかっていう感じで、非常にこの素晴らしい、えー 診断法だったわけなんですが、で私も手首で脈を測ると、ソニーの創シ者も、えー、手首で脈を測るということで、宮百内でソニーに来ないかというふうなことでヘッドハンティングをしていただきましてですね、でソニー社員になったわけなんですけども、でソニー社員になりまして、えー、イブカ・マーソルシが見た夢の実現をする、そういった舞台がありましてですね、えー、そこのところでいろいろ研究をしてたんですが、ある時このイブカ・マーソルシがですね、この 東洋医学でも西洋医学でもない第三の医学と。なんか非常にですね、あの不思議な感じなわけなんですけど東洋医学でもなく西洋医学でもない第三の医学と。しての病気にならない過渡をこえるための研究をしなさいと。これからここの時代がやってくるんだというのでですね、ここの時代を象徴するかのように、えー、脳科学者の茂木健一郎氏もですね、ソニー社員になっているわけなんですね。えっ、ー、と、ウィキペディアでですね、茂木健一郎っていうのでですね、えー、検索していますとですね、えー ソニー社員というのはですね書いてありましてですね。これで、えっ、ー、と、萌健一郎氏はソニーに入ってですね、ソニーコンピューターサイエンスラボラトリーというところに配属になったんですけども、私はですね生命情報研究所というところにですね配属になりまして。で、えー、この、えー、これが生命情報研究所の発足会で、これが関係者一同になります。で、ここに座ってる人がソニーのソルシンのイビカマソルシーで,で、ここに立っているのが 若の山崎麻生になります。これで、えー、とこのユガマソレーションの,です、ね、この両脇がキラキラ光っているのが、ね、これは実は、えー、脳梗塞でですね一度倒れちゃいましたでえっ、ー、とで、この車椅子状態になってしまったわけなんですねで。ですから、最後の力を振り絞って、この生命情報研究所というのをですね作ってくれて、これでなんと自らが所長というような感じですね。このぐらいの人数が集まりますと、生命情報研究所の所長を立ててですね、これで でその所長がですね、新宿状況を、えーウカマ、ソニーのソルシャの、エビガマソルシャのところに報告にしに行くというのが、ね、一般的なわけなんですが、こういった分野に非常に興味を持っていたので、ですね自らが象徴ということで、とても素晴らしい体験ができたわけなんですけども、私にとってですね。で、この脇にいる人がですね、渥美和彦っていう人でですね、なんとあの世界で初めてヤギに人工心臓をつけたっていう人工心臓の権威の人なんですね。 ですから私と同じように、医療電子工学の研究をしていた人のわけなんですが、ところが晩年にですね、えー、心の世界に興味を持ったと、えー。どんな感じかというと、この、今度にありますように、ですね東洋医学部のない西洋医学部でもない第三の医学部、これは代替医療とか統合医療って言うんですけれども、えー、統合医療のですね、えー、研究にですね没頭をしてきまして、こういったこの、えー、と生命情報研究所の顧問になっていただいた でこの方がですね、えー、なんと鉄腕アトムで有名な鉄腕おさま師のです、ねえー、高校時代の同級生でしてですね、これで、鉄腕おさま師は大阪大学に行きまして、えー、この厚美和彦をしました、東京大学に行きましてですね、これで、えー、とこの渥美、えー、和彦というんでですね、ウィキペディアを引くとですね、えー、とこの鉄腕アトムのお茶水博士。 お茶の水博士のモデルになったうちの一人が私なんですよという感じで,です、ね、書いてあります。えーこ,のえー、この風貌みどなんと同じのお茶の水博士という感じで,です、ね、伺えるんじゃないかと思うわけなんですがでこの生命情報研究所っでてで、ね、どんな研究をしていたのかといいますと、えーこ,のえー、これからは心地がやってくるんだという,ということで,です、ね、心イコール潜在意識ということで潜在意識の研究を始めたわけで,ですね。ね ここれでこのソニーのソリシュのエビカマ・ソリシュの命令で潜在クの研究をしたと。でその研究の第一人者が私だったわけなんですけども、エビカマ・ソリシュが見た夢の実現というの,がこの生命情報研究所のミッションなわけなんですが、でここでえー潜在クの研究をずっと行っておりまして、ですね瞑想法とか心理療法とか願望実現法とか目標達成法とかというような数々のですね、 素晴らしいこの人生をバラエルにするですね素晴らしい方法を、えー、完成させてるわけなんですけども。それで,このでソニー在籍中にですねラディアンスを作ったわけなんですけども、えー、このきっかけがですねなんとこのーピエロ法という法律が施行されまして、でピエロ法というと、えー、何かメーカーが作ったものが事故を起こしたらですねメーカーが責任を持って、えー、それをですね直さないといけないとかっていうのはあってなんかするわけなんですけども。えーそれで リコールとかって言ってですね、あのー、よくテレビはその新聞を逃げ出しておりますけども、壊れやすいので、えー、気をつけてくださいとか、壊れやすいんで、直しますんで、えー、送ってくださいとかって感じでですね、いろいろ。お いうふうな感じの PL 法っていうのはできてしまったので、ソニーのソリューションがなくなったことにできたんですよねで、その法律が。それで、それなので、えー、ともしソニーが作った医療機器が医療事故を起こして誰かが死んでしまうと、えー、大変なことになるっていうので、ソニーでは医療機器の研究はしないっていうふうなことをですね、あの取締役会が決めちゃいまして、でそれなんでソニーのソリューションが元気だった頃は、医療機器の研究部隊がソニーの中にたくさんあったんですけども、もう全部なくなっちゃったんですよね。 で私がいた生命情報研究所も医療機器の研究部隊だったので亡くなっちゃいましてです、ねで、それなんで、イブ会社の意師を引き継いで、ですね、えー、ラディアンスというのをです、ね、作って、ですねそこで、えー、この潜在意識コントロール法というのをですね、えー、広めていったわけなんですが、でこれまでの26年の間に、1万人の人に8万回の心理療法を整理をしてきていると。 あの8万回もやってきているというのは、ね、なかなかないわけなんですけども、それから2000人の人に瞑想法を伝えておりましてです、ね、100人の心理療法士を養成してきているというふうなことで、この安心の実績なわけなんですが、もっと安心しちゃうのはです、ね、このなんと国際アカデミー賞というです、ね、勲章をいただいてしまったと、潜在意識コントロール法による社会貢献と、でこ,のこれを、えーとですね、発行している団体がどんな団体かというと、えーとこの 戦争に、太平洋戦争に日本が負けちゃいましてですね、で、えー、とこの天皇陛下というふうなものの命も危うくなった中ですね、この日本をまとめていかな,いいかなきゃいけないっていうんでですね、えー、東に成彦っていうこの皇族の人がいる,わけいるわけなんですけども、その人がですね総裁となってこの始まったのがこの団体のわけなんですけども、でそこからですね、この勲章をいただいてしまったというふうな感じで。それでここののなんとこの 東区に国成彦という人のですね、人と一緒にですね内閣を総額した文部大臣の前田多門という人はですね、ソニーの前身であるその東洋通信工業、東洋通信東東洋通信工業んですけども、そこのですね、えー、初代社長にですねこのなった人が前田多門と言ってです、ね、伊深政氏のなんとですね、この、おなんていうんですか、義理のお父さんに当たられるですね。 ですから前田多門っていう人のですね次女っていう人と蛭子雅氏が結婚したと。ですから、このなんか非常にですね、えー、縁を感じるみたいな感じなんですよ。それで、このこのですね、えー、こうやってやっておりましてですね、ですからこの非常にこのラディアンスっていうところは、えー、どんなところって言ったらですね、安心して話を聞いて、安心して、えー、いろんなことを。あの え入って大丈夫な登録っていう感じでですね。思っていただけますといいと思います。えそれでですね、そのこの今回の潜在意識コントロール法を用いてですね、えー、うまくいった人の例なんですけども、いろんな人がどんどんうまくいっているんでですね、このええー、とたまたまこの人たちのことを挙げているんですけども、多くの人がですね、潜在意識コントロール法を用いてですね、人生をととても素晴らしいものにしております。ビジネスを成功させたりとかですね。なのでこの自分自身にも。 もうですね、この潜在識コントロール法を使うとですね、うまくいくんだという,ふうなことをですね、思いながら聞いていただけますと嬉しいと思いますで。このまず一番最初はですね、このある会社の会長さんがですね、私自身で潜在識コントロール法を受け問題解決を図りうまくいったら幹部らに進め経営の向上に役立てたいと,、えー、と。なんかこの幹部がですね、いろいろ思い悩んでいてですね、その会社の空気がよどんでいたと。 でそれで、えー、とそれからだとこの会長さん自体もですね非常にそのこのイライすぐにイライラしちゃってですねすぐに怒っちゃうとかという風な感じの人だったわけなんですが、えー、そういうような人がですねあのラディアンスのこ潜在士コントロールを受けましてでですねそ,れであのその会社の全体のムードが良くなっていったとで自分自ちもイライラしなくなってきたとかっていう感じでですねでそういうのでこうじゃあ,あのうまく 行ったらっていうんで,ですね僕、行ったんでですね、幹部社員をですねこの社員研修としてですね、ラディアンスに送り込んでくれたと。でそうしたところを上海の海外進出大成功というようなことですね。これが上海のなんか、ね、おとぎ話に出てくるような,なんかの風景ですけどもですね、えー、上海の様子なんだそうですが、えー、この上海の海外進出大成功というようなことなんですけどね。それからまた、えー、こ,のこの方なんですけどこの方は全、えー、世紀のソニーの CEO たちのスピーチ原稿を 書いていた人たちとあ、人ということで。で、この人は、そのソニーから独立してですね、自分のビジネスを作りたいというふうなことで頑張っていたんですけどもですね、なかなかうまくいかなかったわけですね。で、それなんで、このラディアンスに行きましてですね、潜在識コントロールというのを学んだところですね、えー、なんとですね、このコンサルタント業大成功と。ええー、と、このコンサルタント業を大成功させるためにはですね、本を書くといいというふうに。 多くの人が言われているわけなんですが、ところが、この本を書くだけだったら数百万で書けるんですけれども、ですねところが、この本をですね、えー、ベストセラーにするとかっていうと、えー、営業マンを雇って、ですね、えー、この平積み、本屋さんにですね平積みをしてもらうとかっていうので、その本屋さんにですね営業をかけないといけないと。でそういうのはその大きな出版元データをやってるわけなんですけれども、そうするとですね、お金が1000万ぐらいかかってしまうと。そんなお金は到底出せないと。 だけど本を出したいっていうんでですね、本を出すチャンスを引き寄せてしまったというふうなことなんですね。本を書くチャンスを引き寄せてしまったと。れでえー、とそれで、この潜在識コントロール法を用いますとですね、良いアイデアをどんどん、えー、この無尽蔵にですね、思い浮かべることができるというので、この,この本を書くときにですね、えー、瞑想の状態で書いたわけですね。 でそうすると文章がどん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 降ってくるとこう,うこういうのをあの自動書記状態っていうんですけどこういう,うな状態になってですねこの本を出してしまったと。でそれなんでこの本がとってもよく売れちゃいましてで普通は一回、えー、出版するとおしまいっていう感じなんですけども、えー、この重版に重版が重なりましてですね第5ズリとか第6ズリとかまで行ってしまったそうなんですけどもこれでそのこの本がたくさん売れたんでねこのテレビの出ちゃいまして。 それで、えーと、いろんな出版社からですね、そのうちの会,あの,出版あの会社からも本を出してちょうだいという感じでですね、オファーがやってきて、それから雑誌社からはですね、えー、雑誌の連載をしてくださいという感じで来てしまいまして、コンサルタント業大成功という感じなんですね。願望実現、良い文章がどんどん出てくるっいな感じになってきてですね。で、私のことも書いていただいたんですけども、これはあの、えー、と拡大コピーなんで上と下が切れてるんですが、人生を乗り越える助けとなって で、なぜ優れたリーダーは失敗を語るのかという本なんで、この、こういった、えー、ジョブスとかですね、J.K. ローリングスとか、オーラ・ウィンフリー氏、これらがですね、これらの方々の失敗談とかを、この本の中で書いてあるんですけども、で、自分の失敗談もですね、書いてありまして、ね、で、その失敗から乗り越える助けとなったものの、その2人目はヒポノステレピストの山崎康夫さんですえ私のことなんですけども、このソニーのソリューションのイルカさんの命令を受けて、サミット瞑想の研究をしていましたと。 でそんな山崎さんのセラピーを受けたり、瞑想法を教えてもらったりなんかして、ですね自分を冷静に見つめる力がついてきました。それで、えー、ビジネスが亜まったんでしょう、というようなことをです、ねえー、言ってるわけなんですけども。それから、えーとですね、今度はこの方はですね、くしゃき屋のチェーン店のオーナーの方なわけなんですけども、えー、すぐにですね、勝手やってパカッと怒るわけですよね、こんな感じで。これで、この感情を抑えられずにですね、えー、いろんなものを壊してしまうという、そういうふうな、えー、癖があると。 でところが、普段はですね、えー、あの怒ってないときには非常にいい人だったんで、奥さんから離婚、奥さんと結婚することができたと。で,ですけども、結婚しては怒っては何かを壊す、怒っては何かを壊すっていうのを繰り返していたんで、ですね奥さんから離婚を癒されてしまったとで。離婚を癒されちゃうと、離婚になってはまずいということで、ですね病院に行ってですね薬を飲んだと。で、一生懸命ですね、一つの病院に行っても治んないんで、この4箇所も回ったと。 その努力に面してですね、離婚はとりあえずペンディングということになったわけなんですが、相変わらずこの怒るというふうな、えー、ことをですね、繰り返していたと。で、そこで、えっ、ー、と、この人はですね、えー、お父さんからですね、あの、お父さんがその若い頃に催眠っていうのを受けたことがあるっていうのを聞いて、じゃあ自分を受けてみようっていうんで、えー、このネットでですね、検索して、えー、ライディアンスに来ていただいたわけなんですけども、それでですね、薬で治るの症状をですね、えー、潜在意識コントロール法で,ですね、すっと。 解決してしてまったとでそれなんでこの,この人はですねさらに喜んで瞑想とかっていうのも、えー、やってですね完全に怒らないっていうふうな人になっちゃったわけなんですけどもでそれだけでなくですねこのあそれで離婚は完全に解消になりましてでそれだけ,だけでなくこの商売繁盛ちょうどですねスタイリプラスの内藤さんとかがお玄ですの、ね、西川京さんにですね、えー 取材に来てもらうほど商売繁盛しましてで、この取材に来てもらってますます繁盛というようなことでですね、えー、この潜在意識コントロール法によってですね、この家庭内も円満になっちゃいますし、それからこのビジネスのほうも伸びってしまうということで、えー、非常に素晴らしいことが起きちゃいます。それから、えー、とこの私の話なんですけども、この理想のパートナーの寄せでですね、えー、50歳の時に21歳年下の妻の寄せで再婚と。 これは妻の結婚した当時,の,当時の,その写真なわけなんですけどもで、えー、と私にとってですねこの理想のパートナーなわけなんですが、えー、こ,のこの潜在意識コントロール法を使ってですね、えー、潜在意識の奥底をずっと探っていきまして、えー、ずっと奥底を探っていくとですねこの運命の選択肢 運命の樹木みたいなのがありましてですねあの、実は運命っていうのはこの一本道のようにですね、定められたものじゃなくて、多くの選択肢があると。で、私の職員はですね、えー、26歳、テロの社員時代だったんですけども、テロの社員時代はですね、心理学の大人が何にも分かんなかったんで、こういったものがあるなんていうのは知らなかったと。で、それで、それに入って意識の研究をですね、始めて、自分のその、えー、潜在意識の奥底を,を探っていくと、 自分の運命が分かるんだというふうなことでですね探っていったところですね、あこのまま行くと不幸になるということがです、ね、分かりまして、えー、でじゃあこど,どこの道を通っていったらうまくいくんだろうって言ってですねこれ探ってみるとあ、こっちに行くとうまくいくと。こ,れでこっちに行くときにです、ね、とても素晴らしいパートナーに出会えるんだと。でそのパートナーの条件はどんな条件なんだというのでですね、えー、ずっと列挙しまして、ですねそしてこの、えー、こっちに移る方法とそれからパートナーを上手に引き寄せる方法というのをですね えー、潜在識の服装から導き出しまして、意識のように送って、ですね見事、えー、妻を引き寄せたというふうな感じなわけですね。これで引き寄せた後この妻も、えー、潜在識コントロールを受けてくれまして、でですねこれで、えー、21歳年も半年点にかかわらずです、ね、いて会ってから一度も喧嘩をしたことなく、毎日仲良く暮らしているというふうなこと。この方法で、数多くの人たちがですね幸せな結婚をしているというふうなことで、でそのうちの一、えー、人の人がですね、 この方なんですけどもラディアンスのホームページにで見ていただきますと K さんって呼んでる人なんですけどもでこの K さんもですね、えー、この潜在意識をコントロールしましてですね、えー、そして潜在意識の奥底を探っていって自分の理想のパートナーというのはどんな人なんだろうかっていうのをです、ね、紙に書き出すっていうことをすするんですね300項目ぐらいですね書き出してもらったんですけどもでそのパートナーリストの90%以上の条件を満たす恋人候補がどんどん出てきてる。 れでえー、とそれからこの潜在意識をですねコントロールしていきますと,、えー、と自分自身ですね自信がついてくるわけなんですね。自信がつくと魅力的になるということで,でその魅力がですね発揮されちゃいまして婚活パーティーというふうなものに参加したと。で婚活パーティーというのは一番最後の時にですねその誰とお付き合いした,らしたいかというのを、えー、投票するわけなんですけどもこれで投票をしてですねなんと異性がこのあなたとお付き合いしたいというんで,ですね。 指名特選という状態がですね、ことがですね、なんかあのいこ、いくつか婚活パーティーに出たんですけども、連続して起きちゃいまして。一般的にこの婚活パーティーに参加したんだけども、ああ、今回もダメだった、また次回もダメ、次もダメだったとかって感じで、ダメなことが圧倒的に多いわけなんですけども、それらの中でですね、指名特選を受けてしまう。それほど魅力的になってしまったわけなんですが、自信がついたことによって。れで、この人はですね、その起用したわけなんですけども、 起業してから一度も赤字になったことはなくてですねで、えー、とラディアンスのプログラムを受けに来ると自営業の業なんで営業日数が減るんですけどもたくさん来た月の方が収入が高いというふうなことが起きてしまったとそれから、えー、この方はですね、えー、お付き合いする人と全てがですね結婚したら 絶対にに不幸ななるとという,ふうな人とばかり付き合っていたとだから、ダメンツとばかり付き合っていたとかっていう感じで、この人は言ってたわけなんですけどもで、なぜそうなっちゃったかっていうと、えー、とお父さんにですね、えー、子供時代にこの抑圧されてばかりだと、と、えー。お父さんの言う,言う通りにしないとお怒られてしまったりとかですね、お父さんが暴力を振ってくるとかっていう感じですね。でそれなんで私も強くなりたいわっていうんで、柔道を習ったりとか、剣道を習ったりとかしてたとかっていうふうに言ってましたけども、それからお母さんがですね、病状だったんで、自分のことあまり構ってくれなかった。 なので,で私は両親に愛される存在ではないと。私は人からも愛される存在ではないとかっていうんで、過食応答を繰り返したりとかですね、リストカットをしてしまったりとかっていうようなことがあったとで。そんなことがあった私も一向にお母さんはですね、振り向いてくれなかったっていうような感じでですね、非常にこの私は幸せになる価値がないと思っていたんですが、潜在意識をコントロールすることによって私は幸せになる価値があるんだと。 えー、それでさらに探っていくと、実はお父さんもお,なんかお父さんに、お母さんもお母さんに、実は私のことをたくさん愛してくれていたんだっていうようなことが分かりましてですね。で、それで、えー、私は幸せな結婚をする価値があるっていうんで、その自分の理想のパートナーを引き寄せた人がこの人と。で、若くしてですね、中堅企業の部長さんになっちゃうぐらい非常に、えー、素晴らしい、えー、人で。で、なおかつ、その乗馬が趣味とか。この人も乗馬が趣味だったわけなんですけども。で、それで、えっ、ー、と、引き寄せまして、なんとこの、 富士山のですね山頂でプロポーズをしてくれるとかという非常にですね粋、えー、な感じの人なわけなんですけどもでそういった人を引き寄せて、えー、馬上ウェディングというふうな普通だったらですねそんなことはしないわけなんですけど、ね、馬が大好きというのでですねで馬上ウェディングとかというとあの菓子衣装とかっていうのは、うんまあ、し,してもらえないんでですねこういった衣装も引き寄せましてそれから結婚費用も引き寄せちゃいましてそれからあと新居2人の新居もですね意識の違いで引き寄せて。 えー、結婚してから10年以上経つんですけども、ずっと幸せというふうなことが起きていたりとか。それから、この目標達成というようなことなわけなんですが、えー、今回の場合には私の話なんですけども、えー、私はです、ね、実はですね、80キロのメトバだったと。これで、えっ、ー、と、妻がですね、ある時ですね、太ってる人を嫌いとかっていうものでですね、嫌、え、わ、ー、れるとまずいとかっていうので、じゃダイエットしようっていうんで、この自己催眠ダイエットっていうのをですね、始めたところ、一年足らずでですね、80キロのメトバが64キロの健康体と。 えー、今日もですね、えー、体重を測ったところ 64. 何キロとかって感じでリバウンドなしということですね。で今64歳でですね健康体と。で私の目標が120歳までピンシャンに来てコロッと死のうと。でこういうふうな目標達成もこの、えー、この潜在意識をコントロールすることによってです、ね、可能になってくると。それから、えー、とこの方はですね、この方がくえっ、ー、と私はブラック企業に就職してしまったんでしょう,うで肩を落としていた人なんですが。 えこの心理療法をですねして、毎日毎日ですねえこのえ自分でですねこ,のこういうのを行っていったところですね劣等感を克服してしまったと。それで瞑想でですね意識のエネルギーというのを送ったりとか受け取ったりなんかすることができるわけなんですが、この意識のエネルギーというのもえ測定できるんですけども、意識のエネルギーを送ってもらってですねえ第一志望の業界ナンバーワンの企業に転職をしてしまったと。ですから劣等感を克服し、 その業界ナンバーワンの企業に転職とかってことかはなかなかすごいと思うんですけどで、意識のエネルギーというのをですね、えー、このラディアンスのこの瞑想のフェイスブックグループっていうところがありまして、で、そこのところにですね、で、この意識のエネルギーを送ってくださいとかっていうことを言うと、みんなで送ると。だから自分にも送ってもらえるし、自分もそういうふうなリクエストが来たらみんなで一緒に送るとかっていうようなことがですね、できるようになってくるわけなんですけども、そうするといいことがあのどんどん起きてくるというような感じなんですね。 でこのように潜在式コントロール法というのは非常に役に立つわけなんですが、でこれをですね、えー、使って、ですね、えー、この方々以外にも、ですね、例えば、まあ、この一番、えー、上の3つは、一番最初のですね、本あの上海海外進出大成功の会長さんの話なんですけれども、ですね、幹部社員が精神的なみを抱えていてビジネスがうまくいかないというみを抱えていたのが見事解決と。 それから短期で些細なところにイライラして起こりやすくなり、社員に当たってしまうと。とこれもですね、えー、解決と。それからビジネスがうまくいかないときにです、ね、精神的に不安定になってしまうと。とこれも解決という感じで、これ,がこれ,このこれとこれがうまくいったので、えー、あとこういった悩みを抱えていたので、この幹部社員を次から次にトられたンスに送ってきたというような感じになるわけなんですけどここで上海の海外進出大成功ということですね。それから他の方なんですけども、自分と向き合うことができず、自分の本当の気持ちがわからないと。こういうようなこともですね。 解決とかですね。それから、この中で何をしてもうまく、普通、いつも焦燥感を感じると。これらも解決っていう感じなんですけども。えー、それからですね、えー、この仕事上の選択を迫れる場面で、的確な判断ができないと。なんか、どっちにしようかなって迷ってですね、えっ、ー、と、これだって決めるとですね、実はハズレだったみたいな感じですね。そうな,なってしまうと。こういうのもうまくいっちゃうと。それから、今の自分や今後のことに自信が持てず、対人関係でも悩みやすいと。 自信がないので、ですね対人関係もいかないわけで、ですね自信を持ってですね対人関係も置く,くようになってしまったと。それから仕事にのめり込みすぎて、家庭をないがしろにしてしまって、ですね家庭崩壊寸前とかですね。で、これもうまくいってですね、家、え、族、ー、がなく,よくなってしまったと。それから仕事を進めていく上での良いアイデアが出にくくなっていると。この良い例を出すっていうのもですね、えー、うまくいくわけなんですね。潜在資格をコントロールすることになって。それから これなかなかはあの深刻だったわけなんですけども、ストレスのせいか。感情が平凡化し、母が亡くなった時に悲しいという気持ちにならず、それを家族からも指摘されて、さすがに自分でもおかしいと思ったと。だかあのストレスが溜まってくるとですね、楽しいとかつらいとかっていうのがですね、わかんなくなっちゃうんですね。だから、なんかいつもずっと同じ気持ちで、それもですね、どっちかちょっとこっちの方に行ってしまうんですけども、ストレスが変わる。 関わって、ね、なんか楽しくないような人生は、みたいな感じで。で、そういうふうになっていたのになかなかその気がつく、気ついていなかったと。家族に指摘されてやって気がついたという感じなわけなんですけど。で、この方も、えー、感情が豊かになったりとかですね。それは根拠のない不安感や焦燥感にかられ落ち着かない日々を過ごしていたと。こういった不安感とか焦,焦燥感もですね、解決って感じですね。それから行動が衝動的で感情に左右され計画を得ることが苦手と。で、この こういった感じでですね、衝動的なものをです、ねえー、落ち着かせてです、ね、目標達成の達人とかっていうような感じになることができてしまったと。それから自己価値の低さからくる自信のなさよ。えー、この方はですねなんかあのえー、この得た否認とかっていうふうな感じあのところのですねなんかそうやってご、えー、先祖さんが言われているところの出身だったわけなんですけどもでそれでお母さんがあまり良いお母さんじゃなくてですね対立をしていてですねこの苦しんでいたと。 でこういうふうなその劣等感とか、ですねそれから不安感、恐怖感、えー、緊張感という、それとか生い立ちから来るですねその自分のですね変に対するその自己肯定感の低さとかと、そういうふうなものをですね見事克服して、ですね、えー、素晴らしい仕事を成し遂げてです、ね、家庭を 作ってるっていう,ような感じになります。で、こういうふうなえっ、ー、と悩みがですね、どんどん解決する。だから人生におけるあのほとんどの悩みはですね、この潜在意識コントロール法で解決するわけなんですけども、現在ですね、えー、皆さんが、えー、抱えている悩みがどうなったら、えー、いいでしょうかというような感じでですね、えっ、ー、とどうですかね。それでは自分の仕事がどうなったらいいと思いますかね。はいえー、仕事は ですね、一応、あのまあ、目標とか計画とかあるんですけどそれがどうなったらいいですかねいや、それは達成したいと思っています。そうですよね。その目標達成の達人になるっていうのがですね、潜在識コントロール法でできますんで、楽しみにしていてください。なんか、何やっても三日坊主でいろいろなことに興味あるんですけど。 それが長続きしなかったり、あと、まあ、今看護師なんですけど、将来ご主人が外国人なので、えー、海外に行こうと思ってるんですけど、そこでの経済の自由を取り入れたいというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。どうですかあはい、えっと、僕は。 うーんまあ、仕事そのものも組織開発でもありますし、まあ、人間関係が、まあ、あの自由自在になればいろんなことが解決するなと思っていますあ,ありがとうございます。というのでですねでその悩みを、えー、解決するにはですね潜在意識コントロール法というのがです、ね、最適ということでこれからですね、えー、その話をしていきますのでよろしくお願いします。 でまずその潜在意識をコントロールするための3つのステップというふうなことでですね、でこれはですね多くの潜在意識関連のセミナーをする人とか、えー、その自己啓発セミナーとかっていうのをやってる人がですね気づいてない、非常にその重要なところなんですけども、実はですね表面意識と潜在意識を隔てる潜在意識の扉があったんだというふうなことなわけなんですね。 クリティカルファクターとか、クリティカルファカルティとかっていうですね、潜在意識の扉があるんですよね。これで、えー、とこの潜在意識の,その扉を開けるということをしないと、潜在意識にですね、えー、いろんな思いが届かないと。だけど、この潜在意識の扉を開ける、これ潜在意識コントロールなんですけども、それが非常に難しいので、えー、それ自体が難しいので、えー、この多くの人は、ですね、そこのところにですね、えー、気づいてないとか、あるいは気づいていたとしても、どうすることもできない。と。 でとりあえず気づいている人の場合には、えー、寝起きにですね何かをアファメーションをしてみましょうとかっていうような感じで,ですね言うわけなんですけどもそれをですね確実にですね潜在式の扉を開けてしまう方法があるんですよとそれから潜在式の扉を開けたらですね潜在式の中のデータを探ってですね自分が望む方向にですね書き換えるというそういったデータを書き込むことができるんですよとで潜在式のデータを探ってですね 新たな自分の望むデータを書き込むことができるんですよと。これは潜在式の扉を開けないとできないわけなんですね。それからまた潜在式の扉を開けるとですね、潜在式を通じてつながると。意識の世界で我々はみんなつながっているという、こういうふうな、えー、ことがですね、えー、言われてるんですけども、これがですね、最近、えー、科学の進歩によってですね、きちっと科学的に立ち上げられたというふうな、えー、ことなわけなんですが。でそれでこの まずですね潜在意識の扉を開けるという、こういうふうな、えー、ことなわけなんですけども、それは、えー、どうやってやるんでしょうかというふうなことなんですが、えー、まずですねこの潜在意識っていうのはどういうものなんでしょうかと。潜在意識っていうのはですねその通常の視状態では感じられない意識の部分と。表面意識っていうのは通常の意識状態で感じている意識の部分とで。表面意識が氷山の一角のようなものなんですよってよく言われておりましてですね。 えまあ水なんでですね、この凍るとですね、この上に浮いてる部分が1で、えー、下に沈んでる部分が9とかっていうような感じになるわけなんですけども、えー、1人対9人で綱引きをしたら、えー、どっちなんですかというと、9人の圧倒的に強いわけなんですけども。で、このようにですね、潜在意識っていうのは自分、私たちの人生に大きな影響を与えていると。で、それだけでなくですね、この、この、えー、私たちの人生っていうのはですね、この潜在意識っていうのは、この、お 通常の主状態で,で,、ね、では感じられないのでこの表面意識が、えー、私たちの人生というのはこの表面意識が意識的に作っていると。だから自分が一生懸命頑張れ,れば自分の人生がどうにかなるんだというふうに多くの人は思っていてその自分の人生がうまくいかないとか自分の人生がうまくいくのはこの自分が頑張ったから頑張ってないからなんだというような感じで,ですね思うんですけどもそうじゃなくてですね実際は潜在意識が先に反応するわけですね。 1>, 9 1対9非常に圧倒的に大きなパワーを持つ潜在意識の方が先に反応してで行動を起こしてしまうとで起こしてしまった結果その結果を後から表面式が解釈してですねこれが事実だというのを、えー、認識すると。なのでこの表面式というふうなものがこの、えー、と人生を作っているように我々は思ってるんですけども潜在意識がですね実際は人生を作っているんだと。 それでどんなふうにして人生を作っているのかというと潜在意識の中には性格や運命のデータが入っていると。この性格や運命のデータというのはこのお母さんのお腹の中にいる頃から小学校を卒業するまでに出で来、ね、上がってしまうんだとで。それでこの潜在意識の中身が変化してしまうと自分がデータが分からなくなってしまうと。 1だから1ヶ月前の自分と今日の自分とかですねこの中身が違っちゃうとです、ね、私は誰ここがどこになってしまいますんでですねそれが、えー、とそにならないようにこの統合膜潜在式の扉がですねクリティカルファクターとかクリティカルファカルティとかっていってです、ねえー、そういった、えー、と名前のですね潜在式の扉がですね守っているとで同時にですねこの潜在式の扉が、えー、あるので私たちは潜在式を感じることができないと。 だからこうそういうふうな、な,どういうな,ぜ,そのなぜそういった人間ができたのかわかんないんですけども、えー、そういうふうにです、ね、この潜在意識の扉、表面意識と潜在意識をへって,ている潜在意識の扉っていうのがあって、でそれが潜在意識の中身が変化しないように守ってると。で、この潜在意識の中身っていうのは、お母さんのお腹の中にいる頃から、えー、小学校を卒業するぐらい前では、ね、できてですね、でそ,の間そ,のからそれからあとは、 この中身が変化しないように潜在式の扉が守っているというようなことになってくるわけですね。でこういうふうなことをですねしっかりと研究した人がこのクラズナー博士っていう人なわけなんですがでこのクラズナー博士がですねクラズナー理論っていうのをですね、えー、提唱してもうすごい長い年月が経つわけなんですけども私たちの性格のデータは潜在式の中に格納されているとで通常の主要体はない変性式状態になると表面式と潜在式をってる。 潜在式の扉を開けて正確なデータを探り望む方向に変化させることができるんですよというような感じのことをですね、くラズな理論としてですね打ち出していてですね、実際にやってみるとうまくいくというふうなことなわけなんですが、それでこのそのモンでですね、今度は潜在式内のデータを探り書き込むというわけなんですが、この実際に潜在式コントロール法を用いると潜在式の扉を開けて、この潜在式の扉を開けてですね、潜在式の中にどんなデータが入っているかっていうのを探ることができると。 自分の潜在意識の中にはどんなプラスのデータが入っているんだろうか、どんなニュートラルなデータが入っているんだろうか、どんなマイナスのデータが入っているんだろうかというのを、えーとですね、探ってです、ねで、このマイナスのデータを打ち消すような大きなプラスのデータをここに入れることができるんだと。でさらに、このところにです、ねえー、とこの自分がです、ね、うまくいって喜んでいるという,ふうなデータも入れてあげると、いろんなことがです、ね、人生がどんどん良くなっていってしまうと。でそれなんで 性格改善とか悩み改善とか運キャップ、運命のデータもですね、ここの良い、えー、幸運が起こるような、そのデータもですね、ここに入れることができるということで、これがすごい素晴らしい、えー、ことなんですね。ですから潜在意識の扉を開けることが重要なんですよということなんですねで。それでこのマルクセル・モルツハセっていう人がですね、最、え、高、ー、サ,サイバネティクス理論っていうのを 提唱してるわけなんですけどこのマックスエル・モルモはですねこの潜在式の扉を開けて鮮明にイメージをすればするほどそれがイメージなのか現実なのか区別がつかなくなってくるんでいろんなこの潜在式にですねイメージを入れるとですね目標達成とか願望実現がうまくいくんですよというふうなことなわけなんですよね。ですから潜在式の扉を、まあ、し開けないことにはですね、えー、自分自身のです、ね、人生を良くするとかっていうようなことはできないと。 でよくアフォメーションというのがですね、えー、をやってですね、自分の人生を良くしましょうっていうんで、潜在意識関連の本に書いてあるわけなんですが、この、その潜在意識関連の本の中に書いてあるのは、通常の状体でアフォメーションをし,してるわけですね。で、それなんで、えっ、ー、と、例えば、私は日に日に良くなっているとか、私は成功して当たり前だとかですね、私には成功するに十分な知識と経験があるとか、こんなようなことを、えー、この、 アフメーションとしてですね、えー、掲げるわけなんころが,道路が、えー、とこの潜在式の扉が閉まっているまま行うっていうようなことが一般的なその、えー、潜在式の本に書いてあったりとか自己啓発の本に書いてあったりとかいろんなセミナーでそうやって、えー、言ったりなんかするわけなんですけどもそうやって潜在式の扉がですね閉まっている状態でアフメーションをしてもですね、えー、この一時的に気持ちは晴れるんですけども実際はなかなか変わらないと。 それなぜかというと通常の主要体の潜在式の扉が閉まっているまま行っているからなんですよ、ね。だから潜在式の扉を開けてアフォメーションを何度もするとどんどん効果が出てくると。で、それでこのところにですね、えー、アフォメーションだけじゃなくて実際に自分自身が、えー、目標達成をして喜んでいるイメージとか願望実現をして喜んでいるイメージというのをこうやって入れてあげますとですね、えー、この目標達成とか願望実現がうまくいく。 ところが、この通常の修行体では潜在意識の扉が固く閉じているので潜在意識の中にイメージを入れられず、思うように目標達成とか願望実現ができないんですよと。だからしっかりと、この編成修行体にり、このマックセル・モルツ博士がですね、言ったようにこの編成修行体になってですね、この願望実現をしたりですね、目標達成をしたりした喜びのイメージをあり得ると思い描くと、 この潜在意識以内にそのデータが入ってです、ね、潜在意識が現実とのギャップを埋めようとしてくれるので目標達成とか願望を積んでいくんですというようなことでですからこの多くの人がですね一生懸命これまで努力したとでそれでもう本当に自分は本当にもたくさん努力したのになぜ自分の人生は一向に良くならないんだろうとその、えー、と原因がですねこの潜在意識の扉が閉まっているままいろんな努力をしてきたから 全然ううまくいかなかかななったんだということこわけです、ね、ですすねら潜在意識の扉を開けてそしてその自分がうまくいっている様子とかそれからその自分がうまくいって感謝をしている様子とかですねそのイメージをですね潜在意識の中に入れてあげるとですねどんどんうまくいってしまうというようなことなんですねでここまででもですねこの潜在意識の扉というのもあの初めての話じゃないかと思うんですけどもさらにですね、えー、すごいのが、ね、潜在意識 コントロールするとですね、我々は意識の世界でみんなつながっているというふうな、うん、ことがあるんですけども、それをですね、えー、しっかりと活用することができると、えー。意識のレベルでつながるということなわけなんですが、この通常の意識状態では潜在意識の扉が閉じているので、意識のレベルのでのつながりというのをです、ね、感じることができないと。ところが、この変性腫瘍体になってですね潜在意識の扉を開けると、自分の潜在意識を感じることができるだけでなく、 ここのところをです、ね、通じて他の人の潜在意識にまで,です、ねえー、かを感じたりとか働きかけたりするそういうことができてしまうというふうなことなわけなんですね。ですから他の人の心を読むとか他の人をなんか自分がコントロールするとかっていうんじゃなくって他の人の人生がうまくいくようなサポートをです、ね、してあげるというような感じになるわけなんですね。えー、そうするとですね、えー、どんどんその自分も周りも良くなっていってこの つなががりがですねうまくいくいとそれからまたこの潜在式の奥底にですね人類の H というのがあるんですけどもその人類の H にもつなぐることでいるとでこれまではこの潜在式の扉が固く閉じていたのでこの潜在式の奥底にですね自分の意識を、えー、持っていくことができなかったところが今度扉を開けるとですねこのところにある人類の H というふうなもののデータもこの表面式に上げることができるようになってしまうと。 いうののでですねこの潜在意識というのはですね非常に大きなパワーを持っていると。でもこれまで、えー、この潜在意識の扉を開けてとかっていうようなこともです、ねえー、言われなかったんでそんな話を聞いてもごく一部の人しかできないんでしょうと私には関係ないことですよっていうような感じで多くの人がこの潜在意識というふうなものの魅力は感じたりとか、えー、そういうような感じだったんですけど活用することができなかった。 でこ,のそのこうやってですね意識の上でつながっているというふうなことなわけなんですけど、理論的裏付けと、ですねそれから実験的裏付けというのがです、ね、ありましてで、理論的裏付けというのは、ですねこの,この量子論なわけなんですが、えー、と量子論というのはですね、えー、物理学のうちの一つなわけなんですが、えーと、私たちが学校で習ったのが量お、ニュートン力学とかですね、古典力学なわけなんですが、えー、それは学校で習ったんですが、その後にですね、 アインシュタインのです、ね、相対性理論とかですね、それからこの量子論とかっていう物理学の革命が起きたわけなんですが、学生時代には、えー、とニュートン力学しか教えてもらってなかったんで、こっちの方は知らないわけですね、ほとんどの人が。ところが、えー、これが知らないとですね、あの半導体というのはこの量子論の、えー、原理で作られていたりとか、最近、あのー、有,有名になっております量子コンピューターっていうのもですね、この量子論というので作られているわけなんですが。 それだけではなくてですね、この意識の世界でもですね、量子脳理論というような感じのものがですね、えー、提唱されておりまして、この量子脳理論はなんと2020年のノーベル物理学賞受賞者のロジャーの・ペンルを咲かこの人はロジャー・ペンルを咲かですね、オックスフォード大学の教授で宇宙物理学者と。で、このノーベル物理学賞は、この、えっ、ー、と、うん、ブラックホールの研究というのでですね、 この人がもらったんですけども、ブラックホールを研究するときには、ですね量子論というのが不可欠なわけなんですね。で、それをこの脳の方に応用していったと。それからこのスチョート・アメルフ博士という人はですね、アリゾナ大学の教授で、麻酔科医で心理学者なんですね。で、えー、と麻酔、えー、手術の、脳の手術の時にですね、麻酔をかけていると、脳の働きがどうなってるかっていうのはですね、よくわかるってくるわけなんですけども、その時に、脳死宣告をされた人がですね、えー、脳の なんかですね活発に働いていてですね、だから心血液も通ってないのに、えー、その脳がですね活発に働いていると。で、この働きとかっていうふうなものを、えー、見てですね、こういうふうな脳は脳内のマイクロチューブという構造を使って脳内だけでなく、脳の外の宇宙全体でも通信してんだと。ですからこの量、この量子の理論がですね、こうやって言ってるわけなんですけども、でこれはですね、この 死んでしまうとこう脳内にあったデータがこの原子機っていうところにですねスーッと吸い込まれていくと。ほいでえっ、ー、とそれでですね、えー、またここから新生まれるとですね新しい意識がシュッとかうじで出てくる,てくるとそうするとその1個の人間ができるみたいな感じですね、えー、言っておりましてですからこの、えー、脳の中にはですねマイクロチューブっていう構造があの我々のつながりというふうなものをですね作ってるんだよというのがこの ロジャー・ペンローズ博士とスチュアート・ハメル博士がです、ね、提唱している漁師の理論というわけなんですね。で、この漁師の理論はですね、ロジャー・ペンローズ博士とスチュアート・ハメル博士だけなんですけど日本のですねいろんなあの物理学者もですねこういった理論をですね展開しているわけなんですが、それからまた、漁、え、師、ー、真空エネルギー場理論というのがありまして、アービン・ラズロー博士という人がいまして、ですね7人のノーベル平和賞受賞者も含むシンクタンクのブダフェスクラブを主催すると。 物理学学者者で哲学者でアビナラズロ博士自体も2004年と2005年にですねノーベル平和賞の候補者になっているわけだったんですけど残念,ながらじ残念ながら受賞できなかったんですがでこのアビナラズロ博士がですね、えー、このシンクタンクっていうのを運営しているわけなんですけどもシンクタンクですからもう世界中のいろんな情報がこの、えー、ブダペストクラブにですねやってくるとでそういうふうな情報をですねしっかりと、えー、見てみるとこのアビナラズロ博士が言うこの 量子真空 l n g 理論ができたわけなんですがそれは何かというとゼロポイントフィールドという超高速のネットワークの全宇宙番がありと私たちは意識の世界にみんなつながっていて脳が操縦神経になってるんですよというようなことを言ったわけですよねでこの超高速でどのくらい速いかというとこれはあのえっ、ー、と我々が言っているですねネットのつながり具合っていうのはもう電波っていうものに乗っけてあるいはあのこの電子の流れっていうものに乗っけてです、ねえー、いるわけで その電波っていうのは1秒間に地球を7割半するわけなんですがこの超高速っていうのはですね宇宙の果てと果てにあってもですね瞬時につながるというこれ非常にすごい速いんですけどもこれで量子コンピューターあのとりあえず使うようにです、ね、そのデータ量はものすごく莫大なわけなんですけどもそういったのがこのやってるのがですねゼロポイントフィールドというそういうふうな名物がです、ね、あるからなんですよと。 でそ,れがそ,のそれを使って脳が小中神経になってですね、データをやり取りしていって、我々は意識の世界でつながっているんですようとで。ところがこの、そういったつながりっていうのは、普通の状体ではです、ね、感じることができないんだと。変質的状体になると可能なんでしょうっていうようなことを言ったわけですね。これで、またですね、この、我々はみんな意識の世界でつながっているというのを、この日本の京セラの稲森氏もですね、えー、自分自身がこの座禅 というふうな瞑想法の一つなんですけど座禅をやっていてですねそれに気がついたとで生き方っていう本の中に書いてあるんですけども知恵の蔵それはいわば H の意図だがその所有者は人間自身ではない例えば神や宇宙が隠している普遍の真理やなものでその知を授けられることで人類の持てる技術は進歩し文明を発展させることができたというふうなことでですからこの、えー、稲森氏は,、えー、はですねえっ、ー、とジャルの再建とか 共済の創業っていうのは非常に有名なわけなんですけどもこのところのこのですねえ潜在式の扉を開けるとこっちにあります原子の方にありますえ人類の位置とか宇宙の位置とかっていうふうなこの知恵の位にですにつなぐことができるんですよとそうするとこっからの情報を表面式に持ってくると意外と浮かんだっていうようなことになるんだというふうなことをですね言ってるわけなんですけどもこれでこの こういったことをですね、利用している人にこの、発明王エイソンもこの、もう、チアノクラにつながっておりますし、アップルのジョブズ氏もチアノクラにつながっておりましてですね、それから稲森さんもチアノクラにつながっていると。で、このチアノクラにつながるときに、この3人はですね、意図的につながったわけですね。でところが、こっちのお、この人たちも非常に有名な人なんですけども、えー、アルキメルスがですね、えー、お風呂に入っていてですね、このお,お湯が、 溢れ出るのをを見見て浮力ををえ発見したとこれは偶然なわけですね。風呂に入っていったこと。これはニュートンはですね、リンゴが木から落ちるのを見て、これも偶然なんですけども、偶然この培養引力をですね、に気がついたと。だから偶然にこの得られるこういったアイデアもですね、非常に素晴らしいんですけども、そういったアイデアを意図的に得るというのはですねことをしたらとてもすごいわけなんですね。で、このようにですね、意識の世界で我々はつながっているというふうなことなわけなんですけども、これがですね、実験によっても確かめられている。 えーとこの意識がですね、機械に作用すると。意識のエネルギーは機械に作用するんだと。意識のエネルギーは植物に作用するんだと。意識のエネルギーは人間に作用するんだと。あの複雑さから言うとですね、だんだんこっちの方が複雑になってくるわけなんですけども、そういうですね、簡単なものから、その複雑なものにですね、意識の、まあ、作用すると。ということは、 意識の世界で我々は機械とも植物とも人間ともつながってるんですよっていうようなことになるわけなんですけども。で、こういった実験をした人がですね、プリンストン大学の工学部長のロバート・チャン博士。このロバート・チャン博士はですね、30年の間、250万回以上の実験を繰り返した結果、人間の思考は機械に影響を与えることができるという結果を得られました。この実験は他の研究者によっても通信が68回行われ、同様の結果を得ることができましたということで。 このロバート・ジャーナフトは何をしたかというと、えっ、ー、とですね、乱数発生器というふうなのも落ちましてですね、この、えっ、ーえー、と、0と1がですね、規則的な、あのー、えーその、あるその規則を決めておきますとですね、えー、ちゃんとその比率を保ってですね、0と1が発生するというふうな、えー、装置なわけが、装置がこの乱数発生器なわけなんですけれどもで、その、 規則性はですね、電源電圧が、そのえー、機械のです、ね、電源電圧が変動しても、気温や湿度が変動してもですね、えー、いろんなあの、えー、ものが変動しても、えー、その比率は変わらないようにしてるという、そういうふうな厳密な装置なわけなんですけども、ところが、その,その結果ですね、えーと、0と1が出た結果、どっちをこっちにあの、えー、コンピューター画面に出すかというふうなですね、えー、ことでですね、 えー、あるその数値が出たらこっちが出て、ある状態になったらこっちが出てというふうなことをですね、えー、ある一定の比率で,ですね出すような装置を作ってですね、おいでえっ、ー、とそのコンピューターディスプレイの前にですね立った人がですね、インディアンの、AA、たくさん出ろっていう,うイメージをするとですね、インディアンの絵がたくさん出るようになると、カブンエたくさん出るというとカブン映がたくさん出るようになるといと,るなるというふうな ことをですねこのロバート・ジャン博士は250万回以上の実験を繰り返してですねあそのインディアンの絵たくさん出ろっていうとインディアンの絵がたくさん出たという、ね、そういうふうな結果をですね250万回以上の実験を繰り返した結果それがそうなんだっていうようなことをですね人間がそれをやってるんだと偶然じゃないんだっていうようなことをですね、えー、あの結論付けましてでそれと同じような実験を他の、えー、科学者がやってですねあそうだっていうような感じで。 ですから我々の意識というのは、まあ、あの思いっきりですね、簡単に言うとこういうふうな時計とかっていうふうなものにもですね、影響を与えることができるというようなことなわけですよね。時計早く進めって言うと早く進んだりとかですね、遅れろって言うと遅れるというようなのがですね、えー、できるんだと。意識が機械に作用するんだというようなわけなんですけどもなんかもう信じられないってい話なんですけどもところがこんなたくさん実験があってですね。他の…あの 大学の先生もですね同じように実験をしてその通りになったというわけなんですがそれからまたこの、えー、意識が植物に作用すると大麦の種をですね、えー、こうやって写真を撮りましてで実際にこの,こ,のこういったものはですね存在してるわけなんですけどもこれでですねでこれをですね、えー、会場でですね大きなこのプロジェクターでですね映し出すんですよね。 これからまたこのインターネット経由でも同じようになっておりましてですね、A のグループのです、ね A、種がですね0円に植えたら健全に育ちますようにというので参加者にです、ね、意識の営業を送ってもらったと。ほんで実際にこのそれをです、ね、土に植えまして、でそれだったところ A 群はです、ね、平均して56人乗りました、えー。意識を送らなかった BCD 群は48人乗りましたで。こういった意識の世界の研究をですね、えー、正確さを 保っているのに、この二重盲検法っていうのがあるんですけども、存在を知らせなかったいい部分っていうのがあるわけですね。ですから、これとこれだけだと、えー、本当にこれの意識の、えー、力なのかっていうのは分かんないからなんですけども、この存在を知らせなかったいい部分のことによってですね、意識のエネルギーの有無というふうなものによってですね、えー、この植物にその作用を及ぼすかどうかっていうのはそれなんですね。ちゃんと科学的にわかるというわけなんですよね。こうやって。 確実にです、ね、意識のよく言った塩分というのはこんなに伸びてですね、あのこ,のこ,れこれに表示しちゃったんで,です、ねえー、こっちでも意識がいっちゃうわけですね。で、それなんで,です、ね、これはちょっとこっちよりもよくなったわけですね。全然その存在をそれそれ知らせなかったのは4 5 m リということで、ですから意識のエネルギーというのがです、ね、植物に作用するんだというのがここで分かったわけなんですけども、それから今度はです、ね、意識のエネルギーが人間に作用するんだというふうなことなんですけども。 こういった人たちがですね、えー、やった実験なわけなんですが A さん B さん C さんというふうに、えー、このターゲット A と対象者 B そしてですね二重盲検法の C というような感じですね3人に脳波電極をつけて脳波犬につないでおくとこれで,であるこの A さんか B さんがどっちか分かんないんですけども、えー、このですねどっちかの人誰も知らせてない A さんか B さんかどっちのこれをここにあの表示するか誰も知らせないわけなんですけどもでその人の脳波とそれからそのアルファ波をここから抽出してですねその割合がですねこの場でわかるようにしてるんですがでこの参加者全員ですねこの、えー、とディスプレイに表示されている人のノウハウのアルファ波もっとたくさん出るようにっていうの意識のように送ってもらうとですねこれはピューッと伸びていくとだからあなたのノウハウに影響を与えますよっていうような感じでですね 知らせておくと、この人たちが頑張っちゃうかもしれないわけですね。というのは誰も知らないわけでですね。えー、そうやって見るとこの、それから C さんの、えー、誰も知らせたい C さんのノウハウには影響があ全然出てないということで、えー、そうやって感じで、ですねこの、えー、と意識の営業、えー、アルファがたくさん出るようにっていうのを送ると、実際にそうなるわけなんですね。で、この送った人だけが、対象になった人だけがですね、えー、その影響を受けるというふうなこと というわけでこの我々は、ね、意識の世界でつながっているというようなことはこうやって実験によっても理論によっても確かめられているわけなんですね。でそれなんでです、ね、こので、えー、私たちがみんなつながっているので願望通演ができると。だから、引き寄せの法則というふうなものが発動されるのも何、えー、か不思議なことで発動されるんじゃなくって人を引き寄せるのも私がつを引き寄せとかですね、それからあとライデンハスに、えー、と来,ていただく来ていただいている人もですね 人を引き寄せられるのも人同士がつながっているから引き寄せられるんですよ。それから物を引き寄せられるのも物を持っている人とつながっていてその物を自分のもとに送ってくれるんで引き寄せることができるんですよ。とお金を引き寄せれるのもお金を持っている人とつながっていてそのお金を自分のもとに送ってくれるんで引き寄せられるんですよ。とチャンスを引き寄せられるのもチャンスを提供してくれる人とつながっていてそのチャンスを自分のもとに送ってくれるからなんですよ。 いうわけでですね、ですから、この意識の世界でこれまでいろいろ多くの人がですね、こうなったらいいなんかああなったらいいなんていうのを頑張ってやってたのがうまくいく人とくいういい人がいたと。で、それがみんながうまくいっちゃうようにいうのですね、この潜在意識のコントロール法と。まず一番重要なのが潜在意識の扉を開けるということが重要になってきました。これを開けないことにはえどうにもならないと。 ところが通常の正体だと潜在式の扉は固く閉じてるわけなんですね。それからその潜在式のようなデータを探って、えー、それで書き込むと。そうすると自分の性格のデータを,を良いデータにすることができると。運命のデータもですね、良い選択肢を得ることができるんで、うん、運気を上げることができると。それも運気を上げるとかっていうと、なんか真、ま、っ、あ、不思議なことを言われるんですけども、ちゃんと科学的にこういうことができるんですよ。 いうこととが分かっているとそれから潜在士を通じてつながると。人と人がつながっておりまして、それから、えー、と私たちと一緒、えー、のクラウンがつながっておりまして、それからバンプスとつながっているという,ふうなことですねで。そういうふうなことを通常の正体では感じたりとか応用したりすることはできないんですけども、潜在士コントロール法を用いてです、ねえー、しまうとです、ね、これがすっとうまくいってしまうと。じゃあ、この具体的な方法というのは何なんでしょうか というわけなんですが、この潜在意識をコントロールする各他の技能の解説と実習なわけなんですが、まずですね、この瞑想法というのがありまして、それから、えっ、ー、と、催眠療法というのがありましてですね、で、これらが潜在意識をコントロールする具体的な方法なんですよね。これで、この、ね、瞑想っていうのはこれまでたくさん言葉を使ってきましたけども、催眠っていうとですね、なんか、えっと、思う人もいるかもしれないですけど、えっ、ー、と、催眠っていう方法を、うん を用いて、さっきこの、えー、言った編成仕様体、潜在式の扉を開けるってことができまして、えー、さ瞑想という方法を用いて潜在式の扉を開けると、催眠という方法を用いても潜在式の扉を開けることができるというふうなことで,です、ね、潜在式の扉を開ける2つの方法なわけなんですね。でそのうちの,こ,のこ,これからですね瞑想法についてお伝えしましょうと。この瞑想というのは、ですねこの IBM とか GM とかというこの巨大企業がですね、えー だいぶ前にですね、社員教育に瞑想を取れてまして、で、10年ぐらい前からですね、Google とかインテルとか Facebook 社がですね、えー、社員教育に瞑想を取れているというふうなわけなんですね。この瞑想っていうのは現代人にとってですね、必須の機能になってくるわけなんですけども、これで、えー、と瞑想するとどうなるかっていうふうな感じなわけなんですが、この Google のマインドフルネス革命っていう本がありまして、Google 社員5万人の10人の人が、えー、実践する最先端のプラクティスとこれがですね、 瞑想法で、なんと Google という会社はですね、あのー、この1日の勤務時間の間にですね45分間、瞑想の時間を取ってもいいですよというふうにですね、社員に奨励してるわけなんですね。瞑想の時間をですね45分間取ってもいいですよと、これから瞑想しに行ってきますみたいな感じでですね、行くわけなんですけども、えー、その時にはですね、生産してないんですよね。ですから、一般の会社からしてみると、 なぜそんな無駄なことをするんだというような感じなんですが、ところがですね、この、えー、と Google 社ではですね、そういったことをするのが生産性を上げるというふうなことだというのはですね、その気がついてこのをやっているわけなんですけれども、それから世界のエリートはなぜ瞑想するのかというふうな本で、これを裏返しますと、世界のエリートになるためには瞑想は必須ですよということなわけですね。で、その瞑想をするとどんないいことが起こるのかというと、洞察力、決断力、集中力、想像力、 直感力が上がる、そして平常心が保てる、これがですね、瞑想の効果なわけなんですね。で、これを得ることができると。で、えー、とこの瞑想している有名人、えーと、インターネットでですね、えー、瞑想している有名人というキーワードでですね検索するとですねもう数、ものすごい数の人たちが出てくるわけなんですが、えー、とそのうちのですね、この。 8名ね抜粋したわけなんですが、アップルのジョブ氏とです、ね、共強党の稲盛さんとか、ですねそれからマイクロソフトのビル・ケイジそれから安倍総理大臣、元安倍総理大臣、えー、それからですねビートルズの4人もですね瞑想しているという,ふうなことをですねインターネットで検索すると出てくる。もっとたくさんの人が、えー、しているわけなんですが、ですから多くの人が瞑想をしていると。 現在ののでですすね、ねににとっってては必須の技能になってくるわけです、ね、でそれからこの本にもですね瞑想の効果がいろいろ書いておりまして日経サイエンスっていう、えー、非常に硬い本でこの瞑想の推理学っていうのもですねハードカバーの本なわけなんですけどもでこの、えー、と瞑想の推理学の中にはですね瞑想をすると、えー、この寝るよりも早く血中の疲労物質をですね、えー、少なくさせることができるんですよと。 だからと横になっていてですね血液をサンプルをですね定期あの一,定間隔一定時間間隔で,ですねその、えー、血液をっと吸い取りましてそれで疲労物質を測ると瞑想し中のですね人にですね針刺してですねそれでその疲労物質を測,あの測っていくとそうすると瞑想している方人の方が血中の疲労物質が早くなくなるといううなことがですねこんなことで本の中で実験の中ではあの。 分かったちょうどは書いてるわけなんですけども、それからこの本だけじゃなくて、いろんな本にですね瞑想することによって、スレスをためないんですよと、集中力が高まるんですよと、平常心が保もてるんですよと、アイデアが浮かぶんですよと、人間関係が良くなるんですよと、直感力が良くなって、運が良くなるんですよというふうなことがですね書いてあるわけですね。ところがですね、我々が一般的にこの思い浮かべる瞑想っていうと、ですねどんなふうなことがあるかっていうと、このヨガの瞑想とか、ですね低瞑想、これはヒンズー教由来なんですね。 座禅とかヴィパッサナーとかマインドフルネス。これは仏教由来なんですね。で、えっ、ー、と、i エ m とか JM とかが行っているのがこのティアメイソっていうのはズ通教由来のをやっております。で、Intel Google、インテル、グーグルがやってるですね、マインドフルネス瞑想ソっていうのはこれは仏教由来なわけなんですけども。で、えっ、ー、と、この、マインドフルネス瞑想もティアメイソも、えー、この宗教から生まれたわけなんですが、 で実際に宗教色を思いっきり取り除いているので、この一般人が享受できる瞑想の効果はリラクセーションまりと。で、それなんで、これよりももっと瞑想の効果をですね、えー得、得たいと思ったらですね、思いっきり宗教色の強いビバッサナ瞑想とか、という瞑想の方もですね、えーと、この上にですね、シリーというそういうクラスがあるんですけども、そっちの方にですね、入っていったりとか、まあ、あれはもっとヒンズー教の色が強いですね、えー、瞑想法値なんですけども、そっちの方に手うんですけどそっちの方に似たないと、な ならない。ということで。ですから、宗教なので、信心深い人が上達するようになっていると。で、一般人が享受できる瞑想の効果は、リラクセーション止まりというふうなことなんですね。えー、じゃあ、なんでこの一般人が享受できる、その、効果がリラクセーション止まりなのに、このインテルとかグーグルとか、それからあと、IBM とかチームとかっていうのが、その、社員教育に取れたかっていうと、通常のですね、えー、この、 通常というか一般的にですねこのうつ病になる人の数っていうのは30人に1人の人がうつ病になるんですけどもところがこのフェイスブックとかですねインテルとかっていうふうなところの最先端企業だとですねうつ病になる確率がですねその3倍10人に1人がうつ病になっちゃうんですねでそれなんでその業務がうまく進まないとそのうつ病になる人がですね次々次々,々,々とですね自分の部署から出てしまうと A さんがうつ病になっちゃったと。 え困っったなって A さんが仕事を休んちゃったんでじゃあその A さんの仕事を B さんと C さんに分担してもらおうと B さん C さんも元から仕事があったんでですね A さんの仕事がやってくると、えー、それであの大変になってしまってですね B さん C さんもうつ病になっちゃうとかって感じで,です、ね、次から次へと、えー、部署の人がです、ね、うつ病になっていってしまうとそうなっては困るんでっていうんでこの瞑想を始めたわけなんですよね。なぜそれが瞑想するとうつ病が少なくなるかっていうとうつ病の原因っていうのは脳の疲弊なんですね。 最先端企業とかで一生懸命仕事をしているとですねあとあの脳が疲れてしまうと。でそうすると、脳が疲れるとセロトニンという脳内伝達物質の分泌がですね少なくなっちゃって、それでうつ病になっちゃうんですね。それなんで、瞑想することによってセロトニンをですね最初からたくさん分泌させるようにしちゃおうと。でそしてうつ病を予防しようというようなことで、マインドフネス瞑想というのがです、ね、今流行っているわけなんですけども。でまたあの、マインドフネス瞑想というのはジョン・カバットジンというですね 大学教授が、えー、論間、ね、っていうのは誰かがこういった研究をするとそのさっきのロ,ロバート・ジャン博士がですね機械,が機械に人間の意識が影響を与えるとかっていうと他の人が追試するっていうんで,です、ね、他の人が追試してですねそれでどん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 広まっていったというそういうふうなことなわけなんですね。 と,いうところがこのリラクセーション止まりということで、もっと瞑想のですね効果を日常生活に生かすようにするには、です信心深さんが必要になってくるんですよと。それから10年以上の長い歳月のでとですね、それから生活習慣の大幅な変更等の苦行が必要になってくるんですよと。こんなことをしたりとかですね、それからあと宗教儀式を行ったりとかですね、食べ物というふうなものにもですね、えー、と気をつかなきゃいけなくなってきたりとか,なんかして、なかなか、えー、大変なわけなんですけれども。えっ、ー、と、それがですね、 もっと大変なことがありましてですね、この一般的な、このお坊さんになるぞという覚悟をしないとですね、この雑念を消すのがですね、なかなかできないと。何年も何年も瞑想の修行をしてですね、雑念を消すというふうなことをやるわけなんですが、で、この、えー、マインドフレンス瞑想の教科書にですね、こんなことが書いてあるんですよね、モンキーマインド。あの日本語に省略すると猿ごこーなわけなんですけども、実際にマインドフレンス呼吸法や坐禅を行ってみると、人は、 が思考や感情、心配、願望、苦悩などの雑念をどうしても頭の中でぐるぐるさせてしまいがちなのです。頭の中で思考や感情を自動的につなげて止まらない状態を空が木機木に飛び移る様子で例えたわけですというふうなことなわけなんですがですから一般の人がですね、この、えー、瞑想しようとかって言って瞑想ってですね、えー、この呼吸を整えたりなんかすると、まあ、一般的に座禅と呼ばれてるものをするわけなんですが、そうすると頭の中がですね、いろんな,いろんなことが浮かんできてしまうと。 あ今日のお昼は何でしようかなと。それから仕事、えー、なんか明日仕事が嫌だなとかですね。それからオリンピックどうなってるのかなとか感じで、その、えっ、ー、と、あのー、瞑想とは関係ないようなことがですね、頭の中がぐるぐる回ってしまうと。それから、あと、えっ、ー、と、いろんな心配事とかですね、そういったものも頭の中がぐるぐる回ってしまうと。そうすると脳が疲弊して、それで、えー 骨盤になって泣かしてしまうわけなんですけども、それからあと脳が疲弊してしまうとですね、だから一生懸命たくさんの時間寝たんだけど、なんか眠いた、眠いな、体がなんか疲れてるような気がするなとかって思っちゃったりかするんですね。だから雑念というのをどうにかしないといけないわけなんですが、ところがなかなかですね、これがうまくいかずに多くの人が、えー、マインドフルイメとか、それから雑念とか、用の瞑想とかっていうのを始めるんですけども、途中でやめてしまうということになっちゃうわけですね。で、それからこの 瞑想にですね、2つの種類がありまして、大きく分けて、教師なし瞑想っていうのと、教師あり瞑想っていうのがあってですね、教師なし瞑想っていうのは、この旧来から、えー、行われてきた、えー、瞑想法、こういうのは教師なし瞑想なわけなんですが、えっ、ー、と、で、r a d i a n で行っている、ソニーで、えー、研究して完成させた瞑想法は教師あり瞑想っていうやつなんですけども、で、この、 読んで知のお得ですね。教師なし瞑想っていうのは、この士官多座とかっていうるようですね、こうやってただ打ち座ると、目,この目をつぶってですね、呼吸に意識を向けてですね、ずっと一人で瞑想の状態に入っていくというふうな瞑想法で。で、この教者瞑想っていうのはですね、このところの写真にありますようにですね、こうやって、えー、スマホがあってですね、ここからこうやってコーダーを伸びていてですね、でこのヘッドホンで,で、私の声を聞いてもらってるわけなんですけども。で ずっとですね、私の誘導を聞いて、それで深い瞑想の状態に入っていくと。これが教師あり瞑想というやつなんですけども。で、一般的に学校の勉強でですね、今日は先生がお休みです、えー。このプリントやってくださいとかって言うとですね、あ、先生いないんだってう、ね、みんな喜ぶわけなんですけども。で、ところがですね、そのプリントをやってる間にですね、いろんな疑問が湧いてくると。で、そうしたときに先生いないんでですね、聞くことができないんですよね。それからまた、えっ、ー、と、新しいこととかっていうのをあの、このプリントの中に書いておいてもですね、えー、生徒はですね、えー なかなかそこまで想像力を及ばずにですね何言ってるんだか分からないということになってしまうわけですねですから教師なし瞑想っていうのは非常にですね、えー、効率が悪いとで教師あり瞑想だとこの教師が、えー、しっかりといろんなことを伝えてですねそれで瞑想が動くような状態に誘導していってしまうんですねそれなんで初心者でも初回からですね非常に深い瞑想の状態に入れてどんどん瞑想が進んでいくるわけなんですねでそれなんでこのソニックメンテーションは教師あり 教あり、えー、瞑想とでそれからまたこのなぜこっちの方が教師なし瞑想が流行ったかというと、まあ、大昔瞑想が、あのーえー、広まっていったのは今から4 5000年前というふうな感じですねはるか昔なわけなんですねそのはるか昔はですね瞑想を習いに行くにはですね、えー、歩いたりとか、あのー、馬に乗ったりとか落第に乗ったりなんかしてですね行かないといけないとだから多いにすると瞑想を習いに行くわけにいかなかったとそれから えー、あんまり複雑なことをしてしまうとですね、えー、そ,のその人がです、ね、マスターできないばかりかですね、それをまた自分のお寺に持ってきてですね、えー、他の人に伝えるとかっていうのとかの難しいとできないというのでですね、えー、その教師なし名い想っていうのが、えー、はやったわけなんですけど、今はインターネットがですね、えー、進歩しておりますので、教師あり瞑想っていうのがですね、非常に最適っていうようなことになるわけなんですが、これでこの、 瞑想をですね研究して、えー、いますと、ですねいろんなことが分かってきたと。それで、この、えー、とハーバード大学とかの医学部がですね研究をしたわけなんですが、瞑想をする前、まだ瞑想したことがない人にですねその協力者に、えー、MRI の中に入ってですね脳の断層図を取らせてもらうと。で瞑想を何ヶ月かした後に、また、えー、この中に入ってもらいまして脳の断層図を取らせてもらうというとですね、えー、こんなことが分かったわけなんですが、海、え、馬、ー。 記憶を使わされる海馬の体積が増えると、瞑想によって。ということが分かったと。それから、私たちの脳というのは、右脳と左脳をを、役割分担をしてですね、えー、いろんなことをおしているわけなんですが、この右脳と左脳を結ぶですね脳量というその神経の束があるんですけどこの神経の束の、えー、体積が増えたと。断面積が増えたというふうなことなんですね。でそれなんで、こっちの方が記憶力が多くなって、こっちの方が脳の働きが多くなったと。それから、この言語や。 この言語屋のです、ね、体積が溢れるということが分かっておりましてで何か頭の中に思い浮かんだことを言語化するというふうなことが得意なわけですねで男性に比べ女性の方がこの能量あのですね、えー、断面積のですね同量の断面積が、ね、女性の方が広いんですねそれなんで右脳にインスピレーションがやってきてそれを能量を通じて左脳に持っていって左脳の言語屋で言語化するというふうなことをしているんでですね女性の方が えー、いろんな、えー、とインスピレーションを得やすいと。だから男性がですね、一生懸命この、えー、浮気というのを隠そうと思ってですね、いろいろ工夫するんですけども、どうしてもあの奥さんにばれてしまうというのは、能量の断面積がですね、狭いからなんですね。それからまたいろんなものをですね、言語化するのも女性の方がおしゃべりだな、女性の方がおしゃべりっていうのもこっちの方がですね、えーえーま、この能量がですね、混ざっているからな,わけなんですが。で、それでですね、 だからこ今日ですね、この実習をやっていただきますけれども、男性の場合では,はですね、この、えー、インスピレーションを言語化するっていうのはあまり得意じゃないんでですね、うまくいかない人もたまにいたりなんかするんですけれども、まあ、そういった人も瞑想をするとですね、えー、この断面積を広めたりとかすることができるんで、うまくいくと。それからこの、扁桃体っていうのは感情を司るさどるのが体なわけなんですけれども、この扁桃体の体積はですね、反対に。 小さくなるんですね。減る、体積は減るという。なので、このえ感情に流れなくなってくるというふうなのが、この瞑想によってです、ね、引き押されるということが分かっておりますね。なので、このえ筋,肉筋トレをすると筋肉が流々としてくるというのと同じようにですね、瞑想は脳トレなんで,で、すね脳トレをすることによってです、ね、脳の働きが良くなるというふうなことがですね、えー、科学的に確認されていると。それから先ほども少し出ましたが、このさ雑念を抑えると。 私たちの脳というのは、コンピューターに例えるとマルチタスク状態と。一緒にいろんなことができるわけなんですね。ところがマルチタスク状態なので、えー、これに集中したいときに、この紫色の矢印に集中したいときにですね、こんな、ね、いろんな増念ができてし、ま、出てきてしまって、なかなか集中ができないんだと。ところが、瞑想によって雑念を抑える訓練をすることによってですね、この脳のリソース全体を使ってですね、えー、この紫色のタスクをすることができるようになってくるんで、非常に脳の働きが良くなってくると。それから 頭の中にです、ね、いろんなことがぼーっとしたときに浮かんでくると。でそのときにネガティブなことが浮かんできやすいわけなんですけども、そうすると脳が疲弊してうつりなっちゃうと。ですから、そこからですね、雑念を抑えるというふうなことで意識をさらすことによって、ですね、この脳の疲弊を防ぐことができて、で、集中力アップができると。このようなことが瞑想によってですね、可能になってしまうわけなんですね。でところが、この旧来の瞑想法ではそういったことをですね、得るのに、 えと新人部活と10年以上の長い歳月と生活習慣の幅の変更等の苦行が必要だったと。で、これだとうまくいかないので、えー、このですね、ソニックメイテーションっていうので、えー、最新の心理学とか脳性理学とか物理学を用してですね、ソニーで研究し、完成させた脳トレ法と、私が第一人者となってですね、これを完成させたわけなんですけども、なもんでですね、宗教無縁と、で苦行なしと。 一回目のセミナーから気のエルギーも感じると。今回は皆さんにですね、いいや初回から潜在式のデータをですね取り出すことができるという、そういう,うようなですね、えー、実証をですね、やっていただきます。これでこのソニックメディテーションはさらに瞑想の効果だけでなくですね、チャクラの効果っていうのも得ることができると。これで瞑想のですね、胃腸生活に課す技能を、キューランの瞑想法だと10年以上の苦行が必要だったわけなんですけどもえ、苦行なしでですね、3ヶ月間で楽しく身につけることができると。 いうようよななことなんで、すねでこのチャクラなんですけど、これがですね、えー、キーポイントなわけなんですが、このチャクラというと、まか不思議なものに多くの人は思ってるんですが、実際はですね、医学的に、えー、調べていきますと、脳から背骨を伝わって各臓器に神経が伸びてると、その神経の大きな分岐点、これがチャクラだったんだと。で、医学の世界でもですね、神経の大きな分岐点のことを神経層というのをに呼ぶわけなんですね。 これで、えー、と第1チャクラはですね、えー、仙骨神経層というふうに、えー、医学的に呼ばれておりまして、で第2チャクラは腰神経層、腰のところにあるので腰神経層、第3チャクラが太陽神経層、第4チャクラは心臓神経層、第5チャクラが首のところにあるので頸神経層、第6チャクラが僧経動脈神経層、第7チャクラは大脳皮質と。だから第7チャクラは大脳皮質自体なわけなんですね。それからこの神経層があるところにはですね、 内分泌腺がですねありましてその内分泌腺第一チャクラが副腎第二チャクラが生殖腺第三チャクラが膵臓第四チャクラが胸腺第五チャクラが甲状腺第六チャクラが脳下水体第七チャクラが消化体っていうような感じですねそれなんでチャクラを活性化することによってですねチャクラを活性化するっていうのはチャクラを開くっていうふうに言ってるんですけどもチャクラを開くことによって人間の持つ初期機能がですね強化されるというふうなことが 起きちゃうんですねですから瞑想によって人間の持つ初期能を強化することができますよと。えー、健康になったりとかですね、えー、それから脳の働きが良くなったりとかそれからあと俊敏になったりとかですねいろいろしてくるわけなんですがでそれをですねどうやって実現するかっていうとこの共鳴という現象を使うわけなんですね。同じ周波数でにですね振動する音差。 これをですね共鳴棒をくっつけて迎え足くとこっちを叩くとこっちは叩いてないように振動し出すというこういった実験をですね理科の実験を学生時代に行ったわけなんですがでこの各チャクラにですね共鳴する音と色と意識と言葉のエネルギーというのがありましてですねでそれを私どもが、えー、瞑想の先生がですね瞑想の生徒さんに送るとでそうすると瞑想の生徒さんのですねこれがですね開いてくると。 ただこの時に、えー、開いてちょうだいねって待ってるだけで開くのかというと、そうじゃなくて、自らが開こうというふうに、えー、と思う。これが重要なんですね。自らがしっかりと自分のチャクラを開くんだというふうなことを思うと、えー、それがですね、作用すると。開こうと思わないと、えー、影響はしないというようなことになります。これでどんな、えー、音と色とかっていうのを使うかといいますと、えっ、ー、と、第一チャクラはですね、B 抵抗するのとおりになって、うーんっていうと赤色、これにですね、共鳴するということが分かっておりまして。 第2チャクラは下の,のところにあって、ウーって言うと大々に共鳴すると。で、第3チャクラは水落ちのところにあって、オーって言うと黄色に共鳴するとかですね。から第6チャクラは眉間のところにあって、イーて言うとアイロンに共鳴すると。これで、えっ、ー、と、第1チャクラと第7チャクラがこうやって向き合っておりましてですね。で、えっ、ー、と、第2から第6はですね、えー、お腹側と背中側にあると。こういうようなことが分かっております。で、それからこのオーラというのは、なんかオーラの色が見えるんですよとかって感じで言う人もいますけども、この 意識の世界で我々はみんなつながっているというようなものを瞑想したときに、こんな感じにイメージするともうと聞きますよというのがオーラになっていますで。で、また実際にですね、えっ、ー、と、電車が出てるとかですね、いうふうな測定結果も出てるわけなんですけども、オーラっていうのは簡単に言うと私たちとの周りのつながる様子をですね、わかりやすくイメージ化してもらうと。これで、えっ、ー、と、このチャクラっていうのはこれでですね、 え開きましてオーラというのはですねオーラの機能を鮮明にイメージすることによってオーラを整えることができると。で今日はですね7つのチャクラを開いてですね潜在士からのデータをですね取り出すという実習を行います。でこの面相のやり方なんですけども、えー、とこんな感じで,ですね背筋を伸ばしてですね椅子でも,でも床でも座っていただきまして足はアングラをかいていただいても、えー どうだえー、正座をしていただいても正座するとしびれちゃうかもしれないですけども、えー、全然構いませんそれから、えー、両方の手のひらはですね上に向けてですねこの、えー、膝の上とかももの上にのっけていただくとほいでこの顎はですねちょっと上げ気味にするといいんですね実際にこの、えー、背筋をピッと伸ばしてですねこの,この首の角度をですねこれ変えていきますとこの後ろに反っちゃいますと胸の辺りが緊張して反対に顎も引くとですね えー、この背,その背中のあたり首の後ろのあたりが緊張してくるとでちょっとあを上げ気味にしておくとあなんか前の筋肉も後ろの筋肉もあまり緊張しないなとこういったところがあるのでですねそこに、えー、持っていってもらうと思いきでそれでですね、えー、この腹式深呼吸をするというふうなのがです、ね、うまくいきますのでですね腹式深呼吸を一生懸命していただくというわけなんですがそれでですね、えー 瞑想の死状態。多くの人がですね、瞑想の状態になると無になるんじゃないかというう言われてるんですけど、残念ながら無になるということはないです。それがですね、普通の死状態で目をつぶってる人同じということで、え、何か特別な、この瞑想に入った特別な自覚っていうのはないのとかってないんですってことになっちゃうんですよね。だから、その、こういうふうな非常にこの、わかりづらいんですね、瞑想の状態に入りたかどうかと。で、それなんで多くの人がですね、えー、これまでの座禅とか、 えー、低瞑想とかですと本当に自分ってこの瞑想の状態になってるんだろうかと瞑想がうまくいってんだろうかこんなに雑念が浮かんできちゃって大丈夫なんだろうかっていうふうに不安になっちゃってなかなか瞑想が続かないとでこの不安を克服した人のみが瞑想をですね上達させるというふうな、えー、ことができるわけなんですねでそれなんでですねそういうふうなことがやんなくてもですねあのー すっとですね瞑想が向きってしまうのがソニックメディションなわけなんですけどもそれからあと瞑想っていうとです、ね、オウム真理教を思い出す人がいるんですけどもなんか洗脳されたらどうしようとかと思ったらなんかするんですが自らが積極的にイメージしない限り人からイメージをコントロールされることはないということで、えー、この瞑想をしたようにです、ねえー、洗脳されたっていうようなことはないわけなんですねで実際に慣れてくると瞑想すると集中力が増してくるなとひらめき力が増してくるな動作状況が飛躍的に上がるなとこういうようなことがですね分かってきます じゃあ具体的に、えー、どんなふうにして瞑想をやっていくんでしょうか。ソニックメディテーションは具体的にどんなふうにしてやるんでしょうか。というふうなことなんですけども、お私がですね、えー、教師あり瞑想なんで、こういった内容のですね文章を読んでいきます。第1チャクラから第7チャクラが、ね、ありましてですね、こういった文章を読んでいきます。でその時に、意識を第1チャクラ、B 低骨あたりに向け何度も深呼吸をしてみましょうと言いますのでですね、 大チャクラは微い骨あなたにあるんだというのをですねイメージしておく。ですから、初心者の人もチャクラのことは何も知らなくても、ですねちゃんと,お、えー、とチャクラをですね開いていくことができたんですね。それで、えーと、意識を微い骨あなたりに向け、次の音を聞きながら、この音っていうのはうーんとかですね、それからうーとかあーとかっていう音なわけなんですけども、このうーんって音を、大チャクラが共鳴する音を聞きながら、お腹をへこませながら、 鼻から息を長く吐きましょうなんてお腹をへこませる腹式深呼吸をしてくださいねってこのところですね皆さんにお伝えするわけなんですけども、えー、と普通の呼吸は胸式呼吸って言ってですね、えー、何も考えなくても呼吸をしようと思ってなくてもできるんですけどもところがこの腹式深呼吸っていうのは腹式深呼吸をしようと意図的に持ってやらないとできないんですよね。でそれなんでこの ずっとこれができるように、ここでお腹をへこませながらとか、お腹をへこませながらとかですね、お腹をへこませながらとか、こうやって言ってますんでですね、こういうふうな、えー、言葉を聞いたらですね、しっかりと腹讐心呼吸をやるんだなっていうふうに思ってください。これからまた、口角上げてっていうの書いてあるんですけども、ニコッとか書いてしまうんですけどあの辺の字口をですね、への字型にして、えー、瞑想するんじゃなくて、ニコッとしながら瞑想すると。そうすると、どんな言い方が起こるのかっていうと、その先ほど、 脳内スビスのセロトニンが瞑想の状態を作っているんだとか、セロトニンがうつ病を予防するんだとかっていうのをお伝えしてますけども、このセロトニンの出を良くするんですね、口角を上げると。ほいで鼻から息を長く吐きましょうっていうんで、鼻から吸って鼻から息を吐くと。で、私がうーんって10秒間ぐらいここで言ってますんでですね、皆さんはこのうーんって音が聞こえたら、ここで息をすっと吸ってですね、ほいで、ずーっと息を吐いてもらうということをします。ほいでですね、この うーんって私が10秒間ぐらい言ってるのをそのずっと息を長く吐いてるとですね交感神経と副交感神経っていうあの自律神経が我々の中にあるんですけども現代人はです、ね、いろんな刺激があって交感神経が興奮しすぎてるんですね。でこの息を長く吐くことによってです、ね、副交感神経も高めること働きを高めることができるというふうなことでこ自律神経のバランスをうまく取れるようになってくるっていうのはこの息を長く吐く。 というふうなことですね可能になってしまうんですね。でそれでえっ、ー、とこのそれでですね次にですねこの赤色の光を吸い込むと大地茶グラが共鳴する赤色の光なんですけどもこの赤というのをただイメージするしようとするとなかなかうまくいかないとそれなんでえっ、ー、と赤いトマト赤いリンゴそれから赤いひな丸品物をですね赤という品物をですね。えー このところでイメージしてですね赤をイメージするとうまくいきます。で、第2チャクラーはオレンジなんで、まさにオレンジをイメージしていただく。第3チャクラーは黄色なんで,です、ね、でレモンをイメージしていくとかですね。そんなことをするとですねうまくいきます。ほいで、このそうはですね、この今度は吐く息ともに微低構造のところにそれを色を持っていくと。そうするとしっかりと、えー、共鳴してくるわけなんですね。で、それからこの言葉のエネルギーなわけなんですが、 この、えー、とチャクラというのは、チャクラの機能をイメージすると、うまくそれが開いてくれるとで。大チャクラは大地のエネルギーとしっかりとつながるということがですね、機能なんで、でそのことをグランディングと呼ぶんですよね。ですから、自分自身の地に足がついているという状態をですね、しっかりと、えー、イメージするとですね、チャクラが開くというふうな感じです。でそれから、雑念もですね、えー、複式深呼吸をしようって一生懸命思ったりとか、それからこの、えー、文章をですね、 聞きながらその通りにイメージしようというふうにしていると、えー、こ雑念も浮かびづらいんですけれども、何かこのことを考えてしまうとですね、雑念が浮かんでくると。でこうそから、それからこっちの方から意識をそらしてしまうと、雑念が浮かんでくると。で、そのあったとにどうするかというと、目の前にですね、天の川が上がると、えー。誘導の中では宇宙のエネルギーの流れって言ってますけど、天の川が流れてるという,うイメージですね、その天の川にその雑念を投げ込むと。 今日何を、えー、と今日この瞑想のセミナーが終わったら何をしようかなとかっていうのを考えるとかっていうんじゃなくて、ただ今、自分がですね、えー、私が瞑想の誘導を言っている文章をそのままいろいろ思いない,と,いと。で、そうやってやっていくとですね、えー、雑念もです、ね、浮かびつかくなってきます。それから寝不足ですとですね、目をつぶってますんで寝ちゃうかあの恐れがあると。で、その寝ちゃいそうになったら、の手と足の筋肉にですね、ぐっとこうやって力を入れるとですね、でそうすると、えー、この 筋水っていうですね筋肉の組織が、ね、脳の模様体というところにですね信号が行くんですね。それで目が覚めるというような感じなんで、眠たくなったら、です、ねえー、あ、寝ちゃいそうとかって、そこまで行ってグッと入れるんじゃなくて、ちょっと眠,く眠いなというようなことを感じたらグッと入れてもらったらなんかすると思います。これで実際のですね、えー、このソニックメディテーションの瞑想セミナーでは、えー、全部でですね32種類の瞑想があります。えー で今日はですね、32種類紹介する時間がないのでですね、えー、その32種類とは別の瞑想のやり方をですね、皆さんにお伝えします。非常に分かりやすい瞑想の方法をですね、お伝えします。でそれは何かっていうと、こんな感じでやるわけなんですが、まずですね、紙のペンを用意しまして、えー、とお母さんについて、通常の仕事体で、えー、楽しかったことでもつらかったことでもの書いてみるとで。そのいつ頃のお母さんかっていうと、小学生以下。 幼稚園とか小学校の頃のお母さんの様子をですね、紙に書いてみると。で、この通常の正体で紙に書くと、表面式で覚えているデータがですね、浮かんでくるんですよね。これで今度は瞑想の状態になると、潜在式のデータが浮かんでくるんですよね。これでこの表面式のデータっていうのはですね、非常にあやふやでですね、えー、なんか単語が裏列とかっていうような感じで浮かんできたりとか。それからあと、なんか、 否定的な感じでですね、浮かんでくるとかっていう人が圧倒的に多いわけなんですけども。それから、この潜在式のデータだと、非常に鮮明なデータがやってくると。それで、えっと、なんかお母さんに対する感謝の念が湧いてくるんですよとかって感じでですね、言う人が結構多いわけなんですけどもですね。えっと、そういうのをですね、体験していただくと。それに引き続いてですね、その潜在式の扉を開けて、こっちの、こっちの方は潜在式の�あが <laughs> 閉まってるんで、 あの表面識の出覚えてるというかなわけなんですがこっちは潜在式の扉が開いてると。で潜在式の扉が開いているんでですねこの、えー、よりいろんなイメージがです、ね、鮮明にすることができると。お母さんやお父さんもです、ね、自分のことをああ思いっきり愛して育ってくれたわけなんですがなかなかその愛がです、ね、子供に通じないっていうのがあるわけですね。でそれなんでその自分の中でお母さんやお父さんに対するです、ね、不満 があるわけなんですねでもっとお父さんやお母さんとお父さんにですねもっとたくさん遊んでほしかったとかお母さんにもっと抱きしめてほしかったとか、えー、とお母さんに、えー、なんか寝るときに、あのー、絵本を読んでもらいたかったとかですねそれから、えー、学校で、えー、テニステニスやテストでいい点数を取ったらもっと褒めてほしかったとか学校の話をたくさん あの聞いてほしかったとかですねそれからお休みの日は動物園とか遊園地とかにたくさん連れてってほしかったとかキャッチボールしてほしかったとかだからそのいろいろあるわけなんですけどもそういったものをですねこのところでイメージしてみると、えー、実際にはあまりお,とお母さんにですね構ってもらえなかったのが思いっきり構ってもらって喜んでる様子をイメージしてもらうとでそうするといい潜在祝なの中にデータが入ってくるんでそうするとさらにですね自分の人生がうまくいってると。 今の自分の人生が今の、えー、状態よりももっとうまくいっている様子をですね思い描いてそして喜んで感謝してその、えー、様子をですね限き出すとですね潜在識の中にイメージが入るわけですねですから今回ですねあのー、この潜在識の扉を開けて潜在識の中にイメージを入れるとそれから潜在識の中のデータを取り出すとかっていうそういうふうな ことをですね、えー、実際にできるんだっていうのをですね、えー、体験していただきます。で、それと同時にこの,、えー、このマインドフレス瞑想もですね体験していただきましてこういった瞑想っていうのはとても、えー、難しいんだとこれ。それに比べてソニックメディテーションは非常に、えー、すぐにあの深い瞑想の状態に腫れちゃうんだっていうふうなことをですねこれから体験していただくわけなんですよね。それれでではですねここからこの えー、普通の指導体でですね、えー、お母さんについて、小学校、幼稚園の頃の様子をですね、紙に書くということをやってくださいで。実際にこの紙に書かないとですね、比較ができないので、頭の中で考えるだけじゃなくて、実際に紙に書くという,ふうなことをですね、行ってください。こちらの方で2分間、時間を計っていますのでですね、えー、お母さんについて、何でもいいですから、小学校、幼稚園の頃のですね思い出をですね、どんどん紙に書いてください。はい、始めてください。 はい2分間が経ちました今度はですね、瞑想の状態になってやっていただくんですけども、えー、背筋をですねこ,こでピッと伸ばしていただきまして、でそれで、えー、手のひらを,を上にして、ですね膝の上に座っていただきまして、これで、背骨を伸ばしたその上にですね頭をのけるというような感じで、ですね、えー、それから私の誘導をですねしっかりと聞いていってください。これで 瞑想っていうのはリラクセーションじゃなくて脳トレなんでですね最初のうちはですねこの私が言うふうな内容をしっかりと理解してでそれでその通りにやっていくっていうのはの大変かもしれないですけどまさに肩が脳トレになりますのでですね、えー、頑張っていただくと嬉しいと思いますそれではいきましょう目をつぶって大きく深呼吸を1回してください意識を第一シャクラ微低骨あたりに向け何度も深呼吸をしてみましょう 意識を尾てい骨のあたりに向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息をなんがん、かきましょう。うーんうーんそして、お腹を膨らませて、吸う息とともに。赤色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息ともに。 微低骨のあたりが暖かな赤色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。うーん。第一話から開くと、上手なグランディングができます。 想像力を100万倍働かせて自分自身が母なる大地のようにとしっかりとつながっているところをイメージしてください大きな安定感を得ている様子をイメージしてくださいそうしてると心が豊かになりとってもいい気分ですうーん 雑念が浮かんできても決して、頭の中で展開することなし目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れを前き、その中に投げ込んでしまいましょう。眠気のお世話さんになったら、手と足の筋肉にぐっと力を入れて、何度も深呼吸をしてください。さ。あ、今度は意識を第二チャクラの下腹に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。 意識を下腹に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょうそしてお腹を膨らませて吸い気とともにオレンジ色の光を吸い込んでいるところを想像してください 吐く息ともに下腹が温だかな。オレンジ色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長く書きましょう。うーん 第2者から選ぶと人生を情熱的に生きることができます。想像力を100万倍に当らせて自分自身が生きる希望に溢れている様子をイメージしてください。人生を情熱的に生きている様子をイメージしてください。そうしていると心が豊かになりとってもいい気分です。うーん さあ、今度は、意識を第三ラの水落ちに向け、何度も深呼吸をしてください。意識を水落ちに向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。 そしてお腹を膨らませながら吸う日とともに黄色い光を吸い込んでいるところを想像してください。く息と,ともに水落ちが綺麗な黄色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げてそして首も上げて鼻から息を長くかきましょう。おー 地震と,とパワーがみなぎります。想像力を100万倍当たらせて呼吸ともに自分自身に大きな地震が湧き上がっている様子をイメージしてください。大きなパワーが湧き上がっている様子をイメージしてください。そうしていると心が豊かになりとってもいい気分です。お 今度は意識を第4チャクラの胸に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を胸に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。あー そしてお腹をらせながら吸う息と,とともに緑色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息ともに胸が綺麗な緑色に輝えている様子を想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻から息を何が書きましょう。ああ 4着力と無条件のアイネルギーを感じます。想像力を100万倍当たらせて自分進化。自分を愛し、他者を愛しているところをイメージしてください。そうしていると他者からも愛され、無条件のアイネルギーを感じることができ、とってもいい気分です。ああ 電がんできてても決しし頭の中で展開することなしに目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れを思いやきその中に投げ込んでしまいましょう眠気の誘いになったら手と足の筋肉にグッと力を入れて何度も深呼吸をしてくださいさあ今度は意識を第5チャクラの喉に向け何度も深呼吸をしてください 意識を喉に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を何がかきましょう、えー、そしてお腹を膨らませながら吸う日とともに青い光を吸い込んでいるところを想像してください 吐く人に喉が美しい青色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。えぇ、ー、第五着を選ぶと、素晴らしいコミュニケーション能力を得られます。 想像力を100万倍働かせて自分自身が自身分の思いを自由に人に話している様子をイメージしてください。人の話も心を聞けている様子をイメージしてください。素晴らしいコミュニケーション能力を得ている様子をイメージしていると心あげたかになりとってもいい気分です。えー 意識を大力チョクラの頭の中心に向け何度も深呼吸をしてみましょう意識を頭の中心に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう、えー そしてお腹を膨らませながら、吸ういきとともに、藍色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く人の人に頭の中心が美しい、藍色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から行きを何がかきましょう。えー 第六レク語と素晴らしい動作主力に溢れます。想像力を100万倍当たらせて自分自身か真実を見通しする様子をイメージしてください。直感力に溢れている様子をイメージしてください。アイデアがどんどん湧いてくる様子をイメージすると、心の色がなりとってもいい気分です。いいいい気分です。 意識を第7チャクラの登頂に向けて何度も深呼吸をしてみましょう。意識を登頂に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長くも書きましょう。うーんそしてお腹を膨らませながら吸う息とともに。 紫色の光を吸い込んでいるところを想像してください。悪意ともに頭頂が美しい。紫色に輝いていく様を想像してください。次の音を聞きながら、の中をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長く書きましょう。う ダイナチャクグレレレクト、ワンネスの世界を感じます。想像力を100万倍働かせて自分身が工事の世界とつながっている様子をイメージしてください。そして、すべてを理解し、すべてを知る。すべては一つあるという、ワンネスの世界をイメージしてください。そうしていると、心が豊かになり、とってもいい気分です。うーん さあ、この高い状態体においてお母さんについて小学生以下幼稚園とか小学校とかのお母さんと一緒に自分ちんお母さんについて思い描きその自分自身が楽しかったことやつらかったことどっちか片っぽでも両方でも構いませんそれを思い描いてそれを紙に書くということを行ってください頭の中で整理してから書こうとするのではなく思い浮かぶようにそのままどんどん書き出していってください はい、目を開いて書き出しましょう。始めてくださーい。 今書いていることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してくださいさあ今度はもっともっと自分自身が欲しいだけ。 お母さんから愛情をたっぷり受け取ったら自分を想定して、もっともっとお母さんに愛情をたっぷりともらうには、たことを感じるには何をしてもらったらより楽しくなれるか。お母さんにどんなことをしてもらったら、小学生とか幼稚園の時、もっともっとお母さんにこんなことをしてもらったら、自分はもっと気持ちよくなれる、心地よくなれる、幸せを感じられる。 そんな様子を思い描き、紙に書いてください。 さいま書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ今度はもし自分が幼稚園や小学生の頃お母さんから愛情をたっぷりと受け取ってとっても楽しい人生を過ごしたとしたら 今、大人になった自分ちの人生がより楽しく、よりうまくいっています。さあ、自分の今の人生がどんなふうにより楽しく、よりうまくいっているのか、あるいはどんなふうに楽しく、よりうまくいかせたいのか、自分の理想のイメージを、人生を、理想の人生をイメージして、でその理想の人生に喜んで感謝している様子を紙に書いてください。はい、お願いします。 子供時代にお母ささんんかららたたくさんの愛情をもらえたので自分の人生がどんどん輝くとしたらどんな人生になっていてほしいのかなっているのかそれらの様子を思い描き紙に書きましょうそして感謝をしながら紙に書きましょうそうすると潜在識の中に良いイメージがどんどん入っていきます。 ささあどどどどん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 書き出してください自分ちの人生がより楽しくよりうまくいっている様子をイメージして喜んで感謝をしてその様子をどんどん書き出しましょう書き出せば書きほどほの,の潜在意識の中にイメージを入れることができます 今書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ深呼吸が3回おったら意識をゆっくりと肉体の置かれている時間と空間に戻しましょう。 激しい運動した後に呼吸を整えていくようにそれぞれのチャクラエネルギーを沈めます。第7チャクラ、頭頂のエネルギーが沈まります。うーん。一つ一つのチャクラをゆっくりとゆっくりと観察しながら戻ってきてください。第6チャクラ、頭の中心のエネルギーが沈まります。イーン。 第五チャクラ喉の,のエネルギーが静まります、えー、第四チャクラ胸のエネルギーが静まりますあ第三チャクラーみぞおちょいが静まりますお第二チャクラ下たはるエネルギーが静まりますう第一チャクラ b 底骨クたるエネルギーが静まります うーん意識をゆっくりとゆっくりと戻しましょう。意識を持ちたら手と足の指先を曲げたり伸ばしたりしてください。手首、足首を曲げたり伸ばしたりしてください。体全体の筋肉にぐっと力を入れて意識をしっかりと戻しましょう。意識が持ちたら軽く伸びをしてゆっくりと目を上げてください。さあ、どうだったでしょうか。 感想を教えてください。どうでしょうかマイクオンにしてお願いします。はい。えー、っと、ちょっと寝落ちしそうになりました。はい。あの、ただ、あの力こう、力を込めてあの、また続けることができたので、はい、前回はあのね寝て、あの起こされましたけど、はい、あの、 母についてのいい記憶と悪い記憶とあって、はい、で最後は、まあ、いい記憶で締めくくることができたので、はいえーまあ一言で言うととってもいい気分です。一番最初にあった通常の手話題で、えー、思い出すとです、ね、表面式とかララの記憶なてで,です、ね、アイハブで断片的と。 それから、ね、瞑想の状態になると、先生たちか情報になってきて、より鮮明で具体的とかあって言うんですけど、どこれ辺はどうでしたかあの、どんどん湧き出てくる感覚がありました。はい。ありがとうございます。はい。はい、かはい。えー、っと、ま、ちょっと、ま、あ慣れてないせいか、なんかいろいろ、ま、あの、か、考えてしまってたような気がします。 自分の頭でこの表面式と潜在式識中の,の明確な差っていうのは出ないんですけどもあの浮かんでくる内容とかってはどうでした浮かんでくる内容もちょっとやってて思ったのは僕の場合はあの母親に対してはあんまりそういうなんて言うんですかねあの わだかまりとかなんかもどかしいものがなかったんでひょっとしたらまあ父親で同じことをやるともう少しなんか効果が感じられたのかなっていう気はしますはいあのー、えっ、ー、とお母さんに関していい,いいことを思い浮かべるとですねもっといいことが頭の上に入ってきたりなんかしますんであのー、お父さんとかお母さんとか両方ともは重要になってくるんですよねれで、えー、とこの こういうのはどんなことが浮かんできました？あ、私ですね。はい。え、はい。いや、私はそんあのもう本当にそのまあ映像でなんとなくこうあのそういう雰囲気っていうのは浮かんできましたけれども、なんか具体的にあの。 具体的な場面とか、えー、言葉とかっていうイメージまではあの感じることはできませんでした。えっと雰囲気でいいな,な、ね、いいっていうのは感じましたけど映像の状態映像の様子をですねあの言語化するっていうふうなことを、うん、あのまだ、えー、先ほどお伝えしたように瞑想とかって始めてないと、えーうん、そういったところが海馬、えー、とかですね 農業とか言語屋とかっていうのはまだ開発が十分に行われてないので、えー、そうなったわけなんですけどもでも実際にその、えー、と普通の正体と、えー、こ,のこの辺でですね何か感じられたんじゃないかと思うんでですねやっていくとより鮮明にですねその差異がです、ね、分かってきますんで、えーうん、その瞑想のですね、えー、効果っていうのはですね分かってくると思いますそれからこれからですねあそれでもうあの感想はどうもありがとうございました でえー、とこれからです、ね、今度はこのマインドフルス瞑想というのを体験していただくんですけどもこのマインドフルネス瞑想、えー、非常にです、ね、有名になっている瞑想法なんですがところが先ほどもお伝えしたようにです、ね、このモンキーマインドというのはです、ねえー、なかなか払拭できないと。ほんでその多くの人にです、ね、話を聞くと瞑想というのをなんかいろんなところで流行ってるそうだから自分も初めて見たんだけどもでもやっぱりこの雑念がどうしようもなくて困っちゃうんですよねと。 で、こっちの、その、マインドフル瞑想とかそういうんだと、うまくかなかったんですけど、ソニックメンテーション、うまくいきますねという感じで、多くの人に褒めてもらってるんでですね、皆さんにもそれを。だから、瞑想だったら、どうでもいいんじゃないのって思いがちなんですけども、えー、この、いや、ちゃんと、侵略とか脳性略を、えー、使いますとですね、えー、しっかりとした瞑想ができるんだというふうなものをですね、体験していただくと。だから、こっちの瞑想やったときには、もう雑念が浮かんできて大変,大変だったよっていうような、こんな感じのですね、 えことがですね分かればそれであの十分なわけなんですけども多くの人があの瞑想しようかこの瞑想をしようかって迷ってでたまたま選んだ瞑想がこういった瞑想法だとあのわけがなかったって感じになりますんでですねしっかりとその何が重要かっていうのを押さえていただくっていうわけなんですがえー、っとで先ほどの、えー、ソニックメンテーションはですね12分ぐらい、あのー、続けてそして、えー、お母さんについて書くっていうことをやったんですが。 えー、大体ですね、瞑想をしてですね、えー、3、4分、あ4、5分経つと、瞑想の状態っていうのになっていきます。で、それはのノウハウをですね調べたりなんかすると、ですねその瞑想の状態が始まったっていうノウハウが、ぴょっと出るわけなんですけれどもです、ね、それが出てくるのが大体4、5分だと出てくると、それなんで、8分ぐらいやってみると、えー、瞑想の状態になるんですけどもですね。 これでバインディフルス瞑想っていうのは何が重要な瞑想かっていうと気づきというふうなものを感じるのが重要なんですよね。で、えーまあ、瞑想全般的にそうなんですけども、えー、と過去のですね、えー、なんか嫌な思い出とか、いい思い出もそうですけども、その過去を思い出してですね、いろいろああでもない、こうでもないと思ったりとか、あるいは未来、まだ来てないのに、あの未来がですね、大抵の場合には恐れるわけなんですけど、未来に嫌なことが起きたら嫌だなとか。 こんなことが起きたら嫌だなとかって感じでですね、い思い描いていると、やがてうつ病になっちゃったりするんですけども、そうじゃなくて、今を感じてみましょう。今この時を感じてみましょう。という感じだとですね、結構、今というふうなものだけを感じていると、それとネガティブな思いが頭あの、ネガティブな思いにならないで済むというふうなことなんですね。だから今、この時を感じてみましょう。それで、えっ、ー、と、このまずどうやってやるかというと、座って背筋を伸ばして姿勢を整えます。これで、ここは同じなんですね。 で、深呼吸を一度行いましょうと。これ、目を閉じて普通の鼻呼吸をしましょうと。ソニックメディションの場合には、腹式深呼吸をしてもらって、で、腹式深呼吸をするために、誘導の方の中でも、えー、その、あの、お腹を膨らませるとか、ヘクマセとかって言ってますけども、えー、こっちの方は普通の鼻呼吸をしてくださいと。そして、あれのの呼吸に意識を向け、鼻やお腹に意識を向け、気づきをただ感じますと。で、この鼻呼吸をしているので、そうすると、 えこの鼻から息が出たり入ったりするとそれからお腹が膨らんだりへこんだりするとでそういったところに意識を向けてみたらどんな気づきがやってくるんだろうかっていうのをです、ね、感じてもらうとこ,れでここで鼻とかお腹をですを、ね、しっかりと感じるのに慣れてきたら今度はです、ね、自分の周囲の様子目をつぶってです、ね、周囲の様子っていうのも感じ取ってみたりとか自分,の内面何自分の内面の奥底心の奥底を感じ取ったりなんかしてみると。 でこのところも気づきを感じると。えー、で、雑念が浮かんだら、浮かんだことを認識し、雑念を手放し、呼吸認識を戻しますと。大体、雑念が浮かんできているときっていうのはですね、えー、この呼吸から意識が外れているときがそのときなんですね。それなんで、その、えー、浮かんだと、雑念が浮かんだなっていうのをに思ってですね、それで、えー、雑念を手放してですね、呼吸認識を戻すと。で、またこれをずっと続けていくわけなんですけども、えー、結構ですね、 退屈でですね雑念が浮かんできてですね、雑念を流そうと思うんだけども、なかなか流れずにまた浮かんでくるというふうなことをですね、えー、体験できますんでですね、えー、それではこちらの方でですね、時間を測っておりますんでですね、この始める時には、こうやって、お音が大きいですね、このチーンが鳴りましてですね、これで、えー、また8分経ちますとですね、このタイマーなんて、この というふうにですね、えー、なりますので、あのー、始めと終わりの、えー、始めと終わりをですねこれで行いますのでよろしくお願いします。もう本当にあの、えー、やることはですね非常に簡単なんですけどもこれができるようになるまでがなかなか難しいというふうなことになりますよね。えっ、ー、と座って鼻呼吸をして鼻からどんなふうに気が入ってきてどんなふうに出ていくか。 お腹がどんなふうに膨らまって、どんなふうにへこんでいくかとでそれに。それを観察していることによって、自分はどんな気づきが得るのかと、ただそれだけをです、ね、ずっとやっていくというふうなことになります。はい、それでは、えー、これからですねマ、えー、インドフルメンスを体験しましょう。はい、それでは、えー、座って、ですね背筋を伸ばしてですね姿勢を整えてくださいで。深呼吸を一度行ってください。 そして目を閉じて普通の鼻呼吸を始めてください。ありのままの呼吸に意識を向け鼻やお腹に意識を向け気づきをただ感じましょう。 はい、手と足の指先を曲げたり伸ばしてください。手首、足首を曲げたり伸ばしてください。体全体の筋肉にぐっと力を入れて意識をしっかりと戻しましょう。意識を押ちたら軽く伸びをしてゆっくりと目を開けてください。はい。と、大将か。皆さんどうでしたかミュートオフにして、マイクオンにして教えてください。えっとですね。えーと。 こっちの方が、あの、楽な感じがしました。あの、要は誘導されていると、あの、それについて意識がこう、そちらに引っ張られるので、先ほど先生おっしゃってましたけれど、その会話とかを訓練してるんだと思うんですね。 それを一切しないで、ただ、その、言ってみれば、半分眠ってるような状態なので、私はこっちの方が、まあ、楽っていうか、あの、ただ無意識にな,なってただけという感じがします。あら、じゃ楽は楽、こっちの方はあもけ楽ですよね。あの、はい、だから、リラクゼーション、 の状態に出いるにはこっちの方があのいいわけなんですけど脳トレっていう観点からするとなかなかうまくいかないということになってくるんですよね。はい、はい。だからそういうな感じでですね。で、あの雑煙とかなんとかっていうのも結構こっちの方が浮かんできたと思うんですけど、で、ソニックの方はあまりあの浮かんでこなかったんじゃないかなと思うんですけどね。はい。はい、じゃあどうでしたかはい、確かに。 この方が雑念が浮かんだなと感じました。あとは、はい、本人はどんなことを感じましたかいやなんかやっぱり慣れてないせいか、その雑念をこう消すので大変という感じでしたね。ありがとうございます。ということでですね、このおマインドフルネス瞑想というのは、ところで言うとソ、ソニックの方はです、ね、圧倒的にこの雑念、 にあのチャイナムレーズにそれから脳トレという観点からですねこっちがしっかりとです、ねえー、うまくいくというのを感じて大成功という感じになりますね。で次にです、ね、この催眠療法の話なんですがこの催眠というのと、えー、あ催眠療法は、えー、どういうふうに聞くとどんなことを感じます あま、あのミュートになってますねマイクオンにしてお願いします、はいえー、とあまりネガティブな印象はないですやっぱり自己発掘できてないために自分が苦しんでるって人が多,く多いので、まあ、それを助ける方法として、あの重要な一つの手段なのかなというふうに思っていまますすなるほどありがとうござい森さんはあの受けていただいて、ですね、えー、ありがとうございますって感じなんですけども。 いろいろ変化が感じるんじゃないかと思うんですが、でこれでその催眠療法、これあのやってる風景なんですけど、これは写真なんで,です、ね、でこんなふうに近くなってますけども、も実際はです、ね、2メートルぐらい離れておりまして、ですねで1時間半でワンセッションがおるんですが、そうすると換気を行っているっていうのでですね密にならないようにできております。それから、えー、と自宅にいながらでもです、ね、こういうふうな、はい、こういうふうなって、今、えー、行っているのと同じような。 携帯でですねその自宅にいながらも催眠療法を受けることができますのでですね、えー、ぜひですね受けていただくといいと思うんですがで催眠をやるときにです、ね、重要なのがこの、えー、自ら積極的に探るという,ふうのが重要になっておりましてです、ね、でこの人は九州大学の名誉教授日本催眠医学心理学会のですね 理事長をやって,おりまして,やってる人で,です、ね。その医学博士で成瀬誤作という人で,で。この人がいたんで,です、ね、催眠という,ふうなものの研究が一段と進んだという,ふうなことで、催眠界のドンとかとうう言われていた人なわけなんですがで、この方が書いた論文の中にこんな一節がありまして、従来、催眠中のクライアントは自分の意思を失い、暗示に快適にしまうと考えられる危機関はそれはあまりよと。実際には暗示課題を達成しようとする彼氏の主体的な努力の結果だと催眠にかかると。 意識がどっかに飛んでいってしまってまるでロボットになったかのように催眠土の言いなりになるというふうに多くの人は思ってたんですけれどもそうじゃないんですよと実際には催眠を受けるその本人が催眠の状態になろうと主体的な努力をしたから催眠の状態になるんですよと瞑想もあの催眠も両方ともこの同じなんですよねこれなわけなんですねこのですから、えー、とこの主体的な努力をするとうまくいくんですけれどもそれをしないとうまくいかないと ただ、催眠にかかる人とか,かかんない人がいるとかって昔言われたのは主体的な努力をしないといけないんだっていうふうなことをちゃんと伝えた場合にはすっと、えー、催眠とか瞑想の状態になるんですけどもこれを伝えないで、えー、いるとですねやる人とやらない人がいるというので催眠にかかる人とかからない人がいるわけなんですねそれからこの機械的に従うと考えられる必要があわけですけどもその,その人が えと催眠課税を達成しようとする主体的な努力をするという,ふうなことなわけですね。ですから自分からやる気にならないとならないと。だからその人からそのなんか相手が嫌がることをですね無理やりにです、ね、させてしまおうとかっていうふうなことは、ですね、えー、催眠においても瞑想においてもですね不可能になってくるんですよね。えー、ですから自らがしっかりと、えー、この努力すると。だから催眠にかかりたくない人は催眠最初から催眠にかかろうという努力をしないんで、 嫌がられては無礼に催眠をかけてとかっていうふうなこともですね。できない。だから世の中でいかにこの催眠について間違った。あの概念がですね。広がっているかっていうのがですね。これからもわかると思うんですけども、でこのえっ、ー、と今日ですね。後で特典というのの,のあ、あの得られるですね。アドレスを送りますんで、楽しみにしていてください。 れで実際に催眠療法というのが、ですね、2日間標準コースというのが一番人気で、ですね、この、えー、潜在意識コントロール法の中でもこの、これを採用しようというのをしてるんですけども、この2日間標準コースというのは、催眠の詳細について説明をしまして、これで、えー、とこのお母さんについてですね、深く掘り下げていくと。今 えー、ちょっとお母さんについて感じていただきましたけれどももっと深く掘り下げていきましてお父さんについても深く掘り下げていきましてこれで今度はその先ほどですねもしお父さんお母さんあもし先ほどもしお母さんから愛情をたくさんもらったらどんな言いことが起こるのかなというふうなことをやってそれで頭をいっぱいにするっていうのをやりましたけれどもこのところではですねもっとそれを深くやっていく。 ですから今日体験した内容というのをもっと深く、もっと鮮明に体験できるのはこれらの体験になってきます。それから、えっ、ー、と、この、これは過去世というのは前世のことなんでですね。で、それからあの人生の目的とかっていうのをですね、えー、たあの感じることができます。で、先ほども体験していただいたように、この、えっ、ー、と、催眠と瞑想とですね、同じ編成主要体に入るわけなんですけども、えっ、ー、と、子供の頃のことを思い出すと、すべて頭の中が子供になっちゃうんじゃなくてですね、 えー、催眠の症なんかだとあなたはあの犬ですとかっていうとですね、すべて犬になってような感じですけども、実際はそうじゃないんですよと。まあ、催眠の症で使う催眠と催眠療法で使う催眠というのはそもそも違うものな,なんですけども。これで、えー、とこの子どもの式と大人の式、だから子ども潜在意識っていうのを、えー、表面式で感じることができるというふうなことにな,なるわけですよね。でそうすると えー、子どもの意識とお人の意識だから、表面意識と潜在意識、両方とも感じられるので、ですね知識、経験の少ない子ども時代に誤解したできのうと、知識、経験の豊かなお人の意識で正しく感じることができるんだと。でそれなんで、さまざまな悩みの原因を分かり解決できるんですよね、催眠はそれで、えー。それから、ですね、えー、そのいろんなこの暗示というふうなものをすることによって、イメージが上手にできるようになるので。 自分の目の前に小さいお父さんを思い描いてくださいって言うとですね、小さいお父さん像がですね、すっと出てくるんですね。で、それで自分がちょっとだけ年寄りになって一緒に遊んであげてくださいって言うと、そういうふうなシーンが頭の中に浮かんでくると。それからお母さんを、小さいお母さんを目の前に見せて、自分がちょっとだけ年寄りになって一緒に遊んでくださいって言うと、それがわかると。あなたがちょっとだけ年寄りになって一緒に遊んであげたり、話を聞いてあげたりすることによって、子供の頃の両親の感情が変わってると。 でそうすると、理論的なく、心の不から両親もつらい幼稚園があったんだなと、とミスをする自分と同じ人間だったなということが分かるようになってです、ね、潜在意識の扉が開いているので、腑に落ちるという,ふうなことが起こるので、この両親との心からの和解というのがですねできちゃうんですよね。それで、えーっと、そうするとですね子どもの頃の両親の様子をに接することによって、ですね両親も子どもの頃があって、とても可愛いかった。 しかし成長するにつれ辛い人生は増えてきたが、子供の自分を辛いながらに育ててくれたことに感謝ができちゃうというふうなことになってくるわけなんですね。それで、えーと、次にですね、インナーチャイルドの養子っていうのをやるんですけども、インナーチャイルドっていうのは、子供時代の未分化な記憶を擬人化したもの、子供時代の未分化な記憶をですね、擬人化したものをインナーチャイルドって言いまして、あの小さい子供をイメージするとですね、それが実現できるんですけども、 えーと小さい子供の頃の自分自身を思い描いて、自分が、大人の自分が子供の頃の辛かった思いを聞いて慰めてあげると、で欲しいものをあげると、例えば、えー、もっとたくさん遊んでくれるお父さんとか、えー、優しくしてくれるお母さんが欲しいとしったら、ですねそれをあの実際にイメージの中であげることができると、それから長男、長女だった場合には、お姉ちゃ,んお兄ちゃん、お兄ちゃんが欲しいとか、あるいは一番下だった場合には、弟や妹が欲しいと。 そういったものもですね、あげることができると。それから普通の,のプリンが欲しいとか、おもちゃが欲しいとかっていうのはあげることもできるんですけども、そうするとですね、このつらかった思いを聞いて慰めてくれて欲しいものをもらっちゃうとですね、心の中のもやもがすっとなくなるわけですね。で、過去にひずみがせらくなってくるだけでなくですね、自己肯定感が飛躍的に上がるんですね。で、そうすると、自分は結婚、ビジネスで成功して幸せな人生を送ってもいいんだっていうような感じで、自信がだんだんついてくるという。 自己肯定感がどん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 上がってくるというのは非常に素晴らしいことなわけなんですがそれからこの前世なんですけれども前世っていうと本当に前世があったんでしょうかっていうふうに思ってしまう人が圧倒的に多いんですけれどもこのカフェ・ハヨウっていうです、ね、人がです、ね、面白いことを言ってくれたと,、えー、と日本のユング心理学日本にユング心理学を、えーえー、導入したです、ね、第一人者京都大学の名誉教授というふうな感じの人で でものすごく優秀だってんで、文部科学省のです、ね、文化庁の長官というようなものを務めていた。で、その川原さんが言うにはです、ね、表面意識というのと潜在意識というのがあると。だから心理学の世界だと、意識と、えー、無意識とか、意識と解識とかっていうような感じで言うわけなんですが、表面識と潜在意識があって、潜在意識の中にさまざまな人格があると。で先ほど、瞑想の状態で、えー、探っていただいたのはこの部分なんですね。 この部分を潜在式の扉を開けることによって表面式に持ってくるこれが年齢対抗療法という方法でここからそれよりも下にです、ね、ある情報をです、ね、取り出すのが前世療法というんですけどこの一番上にある人格のデータじゃないデータを取り出してみると時代も国も人も性別も違うものがやってくるとでそれなんでそれを前世というふうに呼んでるわけなんですねこれでこ,のこういった人格の,です、ね、あの存在自身は 今の現代科学で分かってるんですけども、なぜ存在するのかとか、どのようにしてそのデータが入っているのかっていうのは現代科学ではまだ未解明。えー、ところがこうやってやるとそういったことが出てくると。それからよく生まれ変わりとかっていうのがですね、えー、言われてまして、えーと、ちっちゃい子がですねあの、お父さんとお母さんの前にあの、お父さんとお母さんのところに生まれてくる前にね、僕はあのおそらく、えー、お父さんお母さん見てたんだよとか、あるいは え別の,そのことをしてたんだよとかって感じのことをですねちっちゃい子が言うわけですねそれはなぜかっていうとこの潜在式の扉がまだ完成していないのでこっからのデータも頭,の頭に表面に上がってくるしこっちからのデータも表面に上がってくるとそれが区別がつかないんでえそういうふうなことをですね議題者なんかするとだから生まれ変わりとかっていうのが発生する原理っていうのはですねこういうふうなデータが出てるからそれを やってだけども実際にその生まれ変わりを調べてみるとあのまさにそれがです、ね、事実あるとかっていうようなことを、えー、調べてる大学の先生もです、ね、いるわけなんですけどもでこのようなものは前世というふうなことでそれで,でこの私たちの性格とか運命とかっていうのはこれ全体で作られてるので、えー、と年齢対抗だけで催眠療法を済ますんじゃなくて前世療法っていう形でこれ全体をですね、えー、見ていくとこの 性格改善とかですね、えー、それから、えー、運命の、えー、改善とかっていうのは可能になってくると。それでこの前世両方のすごい効果なんですけどもあの例えばですね私たちがこの魂っていうのがあるとすると魂はグループで転生するんですよと。その転生するグループのですね魂を持っている人たちのことをソウルメイトというふうに呼ぶんですよね。でソウルメイトっていうと一般的に何かこういった恋人同士のような 女がソウルメイトじゃないかって言う人がいるんですけども、実はお父さんもお母さんもソウルメイトだったみたいな感じで,ですね、えー、なるわけなんですけども、こいでこの前世療フをやると、どんなんいいことが起こるかというと、例えば自分のですねお父さんがなんかあ自分にひどいことをすると、どうしてお父さんってこんなひどいことをするの親子なのにとかって言って、ね、前世療法してみると、ですねあら、前世フは敵だったのかっていう感じになるわけですね。えー、それなんで、このところに大きなパラソルを入れてあげることによって、ですねお父さんと自分が仲良くなるということができると。 それからえ、この恋人、初めて出会ったのに、なんか昔から恋人ようない気がするんだというふうな感じになるわけなんですけども、で、お付き合いを始めたらですね、ひどいことをすると。えなんでこんなにひどいことをするんだろうかっていうんで、その前世でおっしてみたら、前世では悪災だったのかという感じになってですね、そのこのところに大きなプラスのエネルギーを入れてですね、悪災の想のエネルギーの解放することによって、良い恋人同士になれると。それから仕事上の上司がですね、 ガミガミガミがうるさいとどうしてこんなにガミガミ言うんだろうかっていうので,ですね前世代をしてみたらもう前世代はガミガミに親父だったのかと。で、この,このところに大きなエネルギーを入れてあげると、プラスのエネルギーを入れてあげると、うん、中のように調子深になると。それから自分、生まれてから今までのことを考えても、このような癖ができる起こるなんてなんか、えー、信じられないと。どうしてこの癖を自分は今持っているんだろうかって前世をしてみると、あ、この前世で。 自分の癖ができたのかっていうのが分かってきてここに大きなプラスを入れるとここにその癖っていうのがだんだん軽減してくるというふうなですねすごい効果が得られてしまうのがチェンシ療法それ,でそれから人生の目的っていうのもですねこの潜在意識の奥底を探っていくとこれが感じられるようになってきてですねそれでこの魂の稽古の段階っていうところに戻るわけなんですけどもそうすると自分の今世の目的は何なんだろうか それから、今世の目的をしっかりと全うするにはどうすればいいのかなと。それから、あと、この、えっ、ー、と、今、自分は、この道を歩いてるんだけれども、えー、ここの道を歩いていくと、将来、あまりいいことが起こりそうもないと。こっちの道を歩きたいんだけども、どうすればいいんだろうかと。そういうふうな実行方法がですね、こ分かるわけなんですね。それから、お父さんと自分、お母さんと自分、えー、パートナーと自分とか、仕事のパートナーと自分、恋愛のパートナーと自分、 そういったその人間関係でどのような魂同士の約束をしてきたのかというのもです、ね、このところで分かってくるわけなんですね。この魂同士の約束と、それから自分が望む選択肢への移り方とかっていうのが、えー、この催眠で分かってしまうと。で、こういうのが催眠で分かったとしてもですね、催眠っていうのは受けただけでは表にしかならないと。 えー、ですからやがて、あのあ、催眠って受けたよなとかってそういうなっちゃうわけなんですけどもで、だんだんその催眠中に思い浮かんできた記憶もですね、薄れていってしまうと。で、それをどうやって、えー、思い出じゃなくて効果あるものにするかと。だからその催眠の効果ってどのくらい続くんですかっていうふうに聞く人がいるんですけども、普通のところで受けた催眠の効果っていうのは1週間ぐらいで終わってしまうんですが、えー、ラディアンスの場合はですねあの、その催眠の効果をどん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 その引き上げい 大きくなっていくような、そういったアフターサポートをしてるんですね。で、その学生時代の勉強も何度も繰り返し覚えたと、でそれなんで、この日々の自己催眠っていうのを続けて、ですね潜在識のどのデータを書き換え、定着をさせる、これをするわけなんですけれども、えっ、ー、と、ラディアその催眠療法を受けると、自己催眠を誘導ファイルというのがですね、ネットからダウンロードできるようになりまして、それから日々の自己催眠101日間というワークブックをネットからダウンロードできるようになりまして。 でこれを使ってですね、潜在意識の扉を開けて自分の潜在意識の中を探って、えー、プラスのデータを入れるというふうなことをずっとしていくんですね。それから、うん、これをやるときにです、ねえー、さっきの潜在意識の奥底にあるですね、いろんなあの H のデータにつながったりとかすると、まあ、あのガイドとか人生のガイドとかですね、それからハイヤーセルフとかそういうふうに呼ぶんですけどそういうものにつながってですね えー、これを行うので,です、ね、非常に効果が高いと。で、えー、とこれがうまく続けられるように、うん、あの6年もの長いるメールサポートもおっしゃいますよということになりますね。それから催眠の記録の進展っていうんで,です、ねえー、催眠中の記憶がです、ね、どん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 薄れていっても、この喋った内容をほん、ね、とこれ全部タイプしちゃいますので,です、ね、それなんで後から読めるといううなことで 他の催眠をするところは、ここに催眠を受ける人が座って、催眠をかける人がここに座って、ですねこういったものがないんで、ですね、えー、言いっぱなし、喋りっぱなしで終わってしまうというふうなことなんですね。でそういうふうな感じが起きないように言っていうんで、ここでちゃんとタイプをしてしまうんですね。で催眠中にしゃった内容っていうのは、私たちが何か普通の状体で良いアイデアだからさっきの,あのアルキーメデスとかですねニュートンがふとした瞬間に良いアイデアを浮かんできた。 そのようなことを、そのような状態をですね、意図的に作っている状態なんですけども、その、ふとした瞬間に良いエデアができた、その良いアイデアっていうのはメモしておかないと、だんだん忘れていっちゃうと。それと同じように、どん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 忘れていってしまうわけなんですね、せっかくいいことが。喋ってるんですけども、それをちゃんとタイプしようと。で、このようになっているんで、催眠療法を受けました。催眠の記録を受け取ります。で、日々の自己催眠を続けます。最初のうちは、何か効果が出てるのか出てないのか、なかなか気づけないんですけども、また催眠療法を受けて、 だからこの催眠療法を再び受けるっていうのが重要なんですね。そで催眠の記録を受け取ると。で、これを読み比べてみると、あ自分はこんなにも良くなってるっていうのは気づきますんで。そうすると、日々の自己催眠をやるく続けるやる気がですね、まんまになってくると。そうすると、この辺になってきますと、えー、自己催眠をやってると、あだんだん良くなってるっていうのは身をもって分かるわけなんですね。これでまた、ね、この催眠療法で催眠の記録を受け取って、 でこの3つを読み比べてみると、こ,あこんなにも催眠には効果があるんだっていうふうに気がつくとあ、もっとやろうってなって、もっと効果が出てくると。だから、ラディアンスの普通のところだと催眠の効果とかっていうのは一週間ぐらいで消えちゃうんですけども、ラディアンスの上だと一生続くというふうなことがですね、それもどん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 高い効果がやってくるというふうなことになるわけですねで。それなんで、この潜在式コントロール法なんですけども、こうやってです、ねえー、潜在式の扉を開けると。 通常の、えー、いろんな自己啓発とか、えー、いろんなコンサルとかなんかだと潜在識の扉を開けるっていうことができないので、えー、何も変わらない大した効果がないわけなんですがこれはですね潜在識の扉を開けてしまうんで、えー、性格のデータを探って良いデータを入れるとかですね運命のデータを探って良い選択肢を選ぶとか人と人知恵の蔵とバンプとのつながりを生かすとかっていうふうなことがちゃんとできるようになってしまうわけなんですね。 でそれで、えー、とこれからさら、ね、に具体的にですね、えー、潜在意識コントロール法についてお伝えしていくわけなんですけどもこのビジネスをプライベートで成功して理想の人生を手に入れるのがこの潜在意識コントロール法なんですよねで、えー、とこの潜在意識をコントロールする方法をマスターするための講座が潜在意識コントロール法ですと でそれで、えー、っとですね、この、ラディアンスの,このビジョンなわけなんですが、ラディアンスのビジョンというのは何かというと、この、えー、イブカマン・ソルシーがですね、えー、言ってるところの、この意思を引き継いでですね、このイブカマン・ソルシーが言ってるのは、子供の未来を明るいものにするんだというふうなことを言ったわけですね。で、子供の未来というのは、大人の現在なわけで,ですね。ですから、大人の現在を、 よりよく輝かせるというのがですね、この潜在式、えー、コントロール法なわけなんですが、でえー、とラディアンスのミッションなんですけども、楽しながら成功できる経営者を増やすというのがですね、ラディアンスのミッションで、でそれによって瞑想と催眠で地球を癒やすというようなことをするわけなんですが、これでこの潜在式コントロール法をですね、えー、やりますと、この7つの技能が身につくと、潜在式の中のデータを探ってですね、改善することができるんですよと。 それから目標達成の達人になるんですよと。だから感情を上手にコントロールすることができるんですよと。人間の持つ体の諸機能を強化する。だからこのところっていうのは、扁桃体を小さくするという脳トレなわけですね、このところが。だからこれはチャクラの機能によってですね、これができると。それから宇宙の位置から良いアイデアを引き出すんですよと。えー、これは潜在宿の扉を開けて潜在宿の奥底の位置につながるというわけですね。それから意識の力を上手に使って人の心をつかむと。 えと人と人とはつながっているというふうなことをですね、えー、使いまして、えー、相手に対して、えー、良いアドバイスをしてあげてなんかすると、それから願望実現の、願望達成の立ちになるというふうな感じですね、いうふうなことができるんですよと。そのために何を提供するかっていうと、潜在意識コントロール法は、潜在意識の扉を開ける方法、潜在意識の中のデータを収まり、書き込む方法、潜在意識を通じてつなぐる方法という、これをですね、 えー、提供すると、そうすると、この潜在意識の扉を開けて、潜在意識の中のデータを探って、これでうまくいくように大きなプラスを入れていくと。それから、えー、この潜在意識、あの運命のデータを探る方法、そして、えー、と自分の望む選択肢を選んで、えー、そっちの方に進んでいく方法、それから魂同士の約束をです、ね、知る方法とか違って、それからこの私たちは意識の世界でみんなつながっているというのをちゃんと。 えーと感じてですね、それを利用するというふうな形でですねで、これも科学的に証明されていると。で、その具体的な手段がソニックメンテーションの瞑想セミナーと、催眠療法と自己催眠セミナーと、願望実現セミナーと、重要自己ビデオセミナーと。で、この、ね、ソニックメンテーション、えー、この相手の心をしっかりと掴み続ける技能でですね、宇宙の意識から良い間を引き出す技能とかですね、人間の持つ初機能を効果化する技能とか、 感情を上手にコントロールする機能っていうのは見合っと。で、会場でもオンラインでもネットコー造でも受講可能なんですよと。これで、この意識の潜在意識コントロール法の特徴っていうのはですね、どれも会場でもオンラインでも受講できて、インターネット経由で復習や受業をスムーズに送られるメンバーサイトっていうのがついてるんですよということなんですけども。で、このメンバーサイトがですね、この秀逸になるわけなんですが、これがメンバーサイトなんですけども、 でレスポンシブなですね設計になっているので、こうやって画面を広げると、パソコン用で、ですねピューッと狭めて見ると、スマホ用の画面になるわけなんですけども、これでこの、えー、とスマホ用の画面がこれで、ね、このコンテンツというところをです、ね、クリックして、このコンテンツバーをクリックすると、こうやってメニューが出てきてですね、でこの願望実現セミナーのネット講座というところをクリックすると、申し込んでいただきますと、これが開くようにできるんですけども、 でテキストが出ておりまして、でえー、動画でこの、えー、とそあ願望実現セミナーの様子をです、ね、撮ったわけなんですけれどもこれで、えーと、実際のですね面相で願望実現が上手にできるようにするんですが、このようにです面、ね、相の,の誘導の方は音声のみになっていると、あのギガの消費とそれからバッテリーの消費をですね抑えるためなんですけれども。 で、これ動画の方でこの説明して、ここで瞑想して、動画の説明があって瞑想していこれをずっと何度も何度も繰り返しますと、望物現の達人になってしまうとで。で、次にですね、このソニックメーテーション、えー。この3回あるんで、ソニック1、ソニック2、ソニック3っていうんであるんですけども、えー、ソニック1っていうとありますと、テキストがあってですね、この画像が、動画があって、 音声の説明と誘導があって、ですねこんな感じで続いていって、これでマスターできちゃうと。これで、この、えっ、ー、と、相手のガイドにつなぐるというようなことをしまして、えー、自分の潜在意識を通じて、相手の潜在意識につながっちゃうというふうなことがですね、この初回からできてしまうと。初回からできてしまうようになってしまうと。それから、えー、またコンテンツってこうして、コンテンツがをクリックすると、うんと、このところでですね、上級セミナーっていうのがありまして、このソニックメディーションの上級なわけですね。 だからソニックメディテーションだけで32個の瞑想があって上級セミナーがえーこのところでえと10個ぐらいありますのでそうすると1つのセミナーで,ですねえーと10個ぐらいの瞑想をしますので全部で100個ぐらいの,あのソニックメディテーションの,ですね大あの瞑想があるとなかなかこのすごいわけなんですけどそれから催眠療法この日々の自己催眠101日間がこのところにありましてで自己催眠 これがこれもですね、同じような感じで、こうやってあると。それから、えっ、ー、と、このところで、潜在意識っていうところをやりますとですね、このメンタルなんとかっていうのがありまして、これは、あのー、催眠や瞑想をやっていく上でですね、非常にえと重要なものをですね、取り出してですね、それだけを解説して、何度も練習ができるようにしてみるとしてあるというような感じですよね。 これが12種類あって、催眠や瞑想とか、それから願望実現とか目標達成の中から重要なものを取り出しているというのはこれになってきます。で、それと Facebook グループというのでですね、非常に上手,あの上手に潜在意識をコントロールできるようにしてあるということです。それから催眠療法っていうのは潜在意識の中のデータをさまに改善する技能と、宇宙の位置からの良いアイデアを冷やす技能というのをどんどん見上げて このさっき言った潜在意識の扉を開けて宇宙の位置につながってそしていろんなアドバイスを受けつつ日々の、えー、自己催眠とかっていうのを続けていくわけなんですねで対面でもオンラインでもやります1対1で行いますって感じですねでそういうこういった先ほど説明したこのアフターサポートがあってそれから自己催眠セミナーっていうのはこの目標達成の達人になると、えー、こういうふうなプログラムをやるときに、えー、自分にはなんか3日坊主で終わっちゃうんですよねって これとっても続けられませんよという人がですね、えー、いても大丈夫なくあにこれが入れてあるんですけどもこの、えー、とこう催眠状態になってですね潜在意識の扉を開けて目標達成した暁を潜在意識の中に入れると潜在意識がパワー全開となってですねスムーズな目標達成ができるようになっちゃうとでこれで3日坊主にならずに毎日の催眠とか瞑想の練習とかっていうのもです、ねえー、難なくできるようになっちゃうと。だからこの さまざまな目標を途中で諦めず達成しきる技能っていうのをです、ね、これは、えー、身につけることができるんで,ですね非常に強力なこの技能なわけなんですねでそれなんでこのダイエットもうまくいっちゃうし結婚も受けいっちゃうし仕事等の目標を達成にもよくなっちゃうとで会場オンラインネット講座っていうので実行可能とそれから願望実現これは、えー、と普通のこれ引き寄せの法則ていうのは一般的に なあの、本とかセミナーでは普通の不調体で行うというふうなことなんですけども、これもですね。瞑想の状態になって潜在意識の扉を開ける。で、そしてその実際にその潜在意識の中にあるですね。ええー、と、自分が本当に引き、細いものっていうのは一体何なんだろうか？っていう特徴をですね。書き出すことができるはずなんですね。そして引き寄せるためのエネルギーっていうのを行うと送るので、えー、この先ほどの,のその？ えっと、量子の理論とかですね、それから、えー、そういったあの、何ですか、ね、ゼロポイントフィールドのエネルギーを使ったりとかっていうようなことができるようになるんでですね、上手に引き寄せることができちゃうと。で、願望実現セミナーは、願望実現の,その達人となる、願望達成の達人となると、そういった技能を磨いちゃいますよと。それから、この1要時号ビデオセミナーっていうのは、さっきあった12個のビデオセミナーなんですけれども、えー、メンバーサイト上にですね、潜在式活用集中プログラムで、 使っているさまざまな技能を上手に使いこなせるように実習とと,ともに、えー、詳細解決したのですというふうな感じでですね、えー、この2回受けてもらって、セミナーっていうのは2回受けてもらいましてですね、詐、え、欺、ー、っていうのは3回受けていただくと。セミナーを2回受けていただきますと、えー、初めの頃っていうのはですね、一生懸命自分が瞑想をやってるんですけど、その時にですね、2回目の人がそこのところに出ていると。そうするとあ 2回目の人っていうのは自分よりはるかに上手くなってるよなと。ああ、自分も、えー、これやってるとあんなに上手になるんだっていうのがですね、ここで気づけると。それからまた自分が2回目のときにはですね、初めてセミナーを受ける人がいて、ああ、自分もあの頃っていうのは下手だったよなっていうのが分かってですね、ああ、ちゃんとやっていくとちゃんとうまくいくんだっていうのはこのところで確信できるんで、ここから先もしっかりとやろうってう気持ちになると。だからセミナーっていうのはこんな感じで2回ずつありまして、で、っ、えー、と催眠療法のは2日間標準コースの参加のはこの前。 先ほどお伝えした通りというようよな感じなですねでそれなんで、えー、とこういったことをしていくことを現在地とゴールをはっきりさせぶれることなく目標達成することができますよとそれから自分の可能性のが広がりランクアップした目標達成をすることができますよだから自分が今感じている、えー、掲げている目標よりももっと高い目標を達成することができるんですよと。 それからビジネスは人生の様々な問題をスムーズに解決することができるんですよと、えー。プラスのデータを入れることによって、ですね今の自分がどんどん能力が高まってくると。それからあと、えー、チャクラっていうのを使いますと、ですね自分の初期能がどんどん上がってくると。それから自分の人生の目的、他の人との魂レベルの約束が天命を知り、それらを全うすることができるんですよと。それから宇宙の意思とつながり、良いアイデアやアドバイスを得ることができますよと。と 人間関係を改善してですね運気はね、ビジネスも結婚もうまくいきますよと。いわゆる幸せなお金持ちになってですね、社会に貢献することができますよというような感じになります。それから参加特典としてですね、えー、こういうふうな、えー、先ほどメンバーサイトとか facebook グループというような感じがあのできますよというのでですね、えー、これがですね、あのえー、この構成だったわけなんですけども、でこれでこの、 このですね、えー、金額とか、それからいろいろなです、ねえー、相談とかっていうのは、この後にですね、この、えー、今あの、チャットのところ、チャットにですね、送りました。それからあと、皆さんのですね、メールにもですね、えー、この、送りましたが、あとまずですね、この、 セミナーのですね、えー、この後のこの、えー、セミナーなんで個別でいろんな話をできなかったので、このところで,ですね個別で、えー、いろんな話をして、ですねそしてあのそれから金額もこのセミナーで、まあ、あの話がなかったので,です、ね、それらを伝えましょうっていうので、こ,はこ,の,このさっきの個別相談アドレスというところをですねクリックしていただきますと、こういうような画面が。 出てきますでそれで例えばこのこれが今日のやつでこれが来週のです、ね、個別相談のですねできますよっていうそういうふうなところがこうやって選択可能になってるんですけどもで例えばこの今日のですね3時4時5時6時って感じでやっておりまして今日でも別の日でもいいんですけども例えば えこのその中で、これがいいやつはこれをですねちょっと押していただきますと、こんな感じでですねえ出てくるんで、これでこの保存ってやっていただきますと、このグーグルカレンダーに保存されると。で、この中を見てみると、こういった形でですね、この Zoom の相談、Zoom のですねアドレスがこうやって出てくるというような感じになってきます。 でこのようにですね、なってますんで、まず個別相談、えー、普通でしたら1時間2万円なんですけど、今回、特別無料でですね、終われますので、その自分自身の問題を明確にしてですね、今後どんなことをしていったらいいんだろうかというのと、えー、今回の潜在意識コントロール法の価格をお伝えしますんでですね、ぜひ、えー、これに参加していただくと嬉しいと思います。それから、えーと、その下にですね、セミナー事後アンケートっていうのがありますんで、えー、それをですね、えー ククリックししてていただきましてで、この個別相談おきますよとか起きませんよとかですね、それから今日のですね感想っていうのを入れてください。それから、一番最後に参加特典アドレスっていうのをですね入っておりますので,で、そうすると電子書籍のプレゼントっていうのと、それから、えー、この 自己催眠誘導ファイル。この電子書籍の中でいろんなワークを行うときに使うですね、自己催眠誘導ファイルっていうのがですね、えー、このところで出てますんでですね、えー、チャットの方は開いていただいてますでしょうか。それから、えっ、ー、と、それからですね、メールの方にも送っていますんで、メールの方も、えー、見ておいてください。はい、そういったわけで、えー、今日受けていただいてどうだったか、えー、感想をお願いします。 マイクをオンにしてお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。したえっとですね、うんと、ちょっとソニックメディテーションというのがずっと気になっていたんで、えー、また個別相談でちょっといろいろお聞きしたいと思ってます。はい、その時はまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あのー、えっ、ー、と、メール言ってました すみません。まだちょっと、あの、同じ画面なんで。あそうですか。e パッドなんで、まだ見れてません。で、あのその、えっ、ー、と、チャット、チャットのところにですね、チャットのところにも、えー、行ってますんでですね、えー、この、セミナー事後アンケートっていうところを開いてですね、書いていただきますと嬉しいと思います。はい、はい。ありがとうございます。さん、どうでしたか感想を教えてください。はい。えっ、ー、と、まあ、あとても、 興味深く聞かせていただきました。まあ、ただ、あの、今日の実習、演習の中では、あ、これかっていうふうに、こう、つかめた感じが、まだなかったので、まあ、もう少し、あばないとなって、それというふうあとは、その、人は潜在式ですかね。で、どうしてつながってるっていうのが、あの、まあ、 学者が言ってるとは言っても、その原理が証明されてるといるわけでもないと思うので、まあ、そこがなんかすごく懐疑的ですけど、非常にまあ魅力的と言,言いますか、あの面白いなと、またもう少しあの理解できるともっと面白くなるのかなというふうに感じました。以上です。あ,ありがとうございます。あのつながっているっていうのはその実験でも確かめられているわけで。だからこの ただ、気上の空論じゃなくてですね、実際にそうなんですよってことなわけなんですよね。ああいやいや、その原理がね、原理があのどうなってるっていうことが、はいあの、証明されてるのかなっていうふうにそうですよね。これで、あの実際に、えっ、ー、と、この、例えば、潜在式コントロール法を申し込んでいただいてですね、それで、えー このやっていくとさらに上達していきますしそれからこの瞑想だけとか催眠だけとかっていうような感じでも受けていただきますと、うん、それでですねあのあなるほどあそこで言ってたことって本当にそうなんだっていうふうなことが、えー、実感できますんででこの催眠とか瞑想とかっていうのはこの技能なんでですね例えば、えー、とスケートとかスノーボードとかスキーとかそれから楽器を演奏するとかそういうのも一番最初は一番下手。 わけなんですけどもやっってていくくととだんだんん上手になるですからこの誰もがあのやればできるのが催眠と瞑想なんでですねでそれなんでこれをちゃんと身につけてですねいただきますとあのどん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 あのいろんなことがですねうまくいってしまいますのでですねであと最初うまくいかなかったから自分はダメじゃなくてあのいきなりあのスキーを履いてですね あの、なんて言うんですか、ゴンドラに乗って一番上にまで行って降りてくるなんてのは絶対できないですけども、だん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 その、それができるようになってくるっていうのと同じなんでですね。ですから、えー、一番最初の向きなかったから、俺はもう向いてないじゃなくてですね、ぜひ、上手になるというような感じで,ですね、やっていただくといいと思います。はい。それが何か質問とかだありますかはい。それでは、えー、っとですね、ぜひ、あの、アンケートに答えていただきまして、それから、 えー、こいつ相談もですね参加していただきまして、ですねこれからの人生をより良くしましょうというような感じです、はい。それでは今日はですね、えー、受けていただきまして、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。